日本国内や、かつての日本領だった国、そして、日本人同士の間で使用されている言語。日本は法令によって、公用語を規定していないが、法令その他の公用文はすべて日本語で記述され、各種法令において日本語を用いることが規定され、学校教育においては、国語の教科として、学習を行うと、事実上、日本国内において、唯一の公用語となっている。 使用人口について正確な統計はないが、日本国内の人口、及び日本国外に住む日本人や日系人、日本がかつて統治した地域の一部住民など約1億3000万人以上と考えられている。統計によって前後する場合もあるが、この数は世界の母語は者数で上位10位以内に入る人数である。日本で生まれ育ったほとんどの人は、 日本語を母語とする。日本語の文法体系や音韻体系を反映する手話として日本語対応手話がある。2019年4月現在、インターネット上の言語使用者数は、英語、中国語、スペイン語、アラビア語、ポルトガル語、マレー語、インドネシア語、フランス語に次いで8番目に多い。2021年9月、単語検索ツールワードチップスは、世界各国で、 語学学習をするにあたり、どの言語が最も人気があるかを、Google キーワードプランナーを利用し調査。アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドといった、英語圏を中心に、日本語が最も学びたい言語に選ばれた。日本語の音音は、んを除いて、母音で終わる、海音説言語の性格が強く、また、標準語を含め多くの方言が網羅を持つ。アクセントは、 肯定アクセントである。なお元来の古い大和言葉では、原則としてなどの特徴があった。文は、主語、就職語、述語の語順で構成される。就職語は、非就職語の前に一致する。また、名詞の格を示すためには、語順や語尾を変化させるのでなく、文法的な機能を示す機能語を後ろに付け加える。これらのことから、言語類型論上は、 語順の点では SOV 型の言語に、形態の点では、こ着語に分類される。語彙は、古来の大和言葉のほか漢語、外来語、及び、それらの混ざった、今種語に分けられる。ジオ音語は、漢文を通して、古代、中世の中国からト来した語、またはそれらから派生した語彙であり、現代の語彙の過半数を占めている。また、紙、絵、画など、 もともと音であるが和語と認識されているものもある。さらに、近代以降には、西洋由来の語を中心とする外来語が増大している。待遇表現の面では、文法的、語彙的に発達した敬語体系があり、除述される人物同士の微妙な関係を表現する。日本語は地方ごとに多様な方言があり、とりわけ、琉球諸島で方言差が著しい。 近世中期までは、京都方言が、中央語の地位にあったが、近世後期には、江戸方言が地位を高め、明治以降の現代日本語では、東京山手の中流階級以上の方言を基盤に、標準語が形成された。表記体系は、他の諸言語と比べて、極めて複雑かつ柔軟性の高さが特徴である。漢字とひらがな、カタカナが日本語の主要な文字であり、常に、 この3種類の文字を組み合わせて表記する。表音文字で表記体系を複数持つため、当て字をせずに外来語を表記することが可能だが、ラテン文字やギリシャ文字などもしばしば用いられる。また、縦書きと横書きのどちらでも表記することが可能である。音音は、子音母音音説を基本とし、母音は5種類しかないなど、わかりやすい構造を持つ一方、 直音と陽音の対立、一音節に網羅の存在、無声化母音、語の組み立てに伴って移動する高さアクセントなどの特徴がある。成田国際空港到着ゲートの看板。他言語は入国を歓迎する文言になっているのに対し、日本語はお帰りなさいと表記されている。日本語は主に日本国内で使用される。和社人口についての調査は国内。 国外を問わず未だないが、日本の人口に基づいて考えられることが一般的である。日本国内に法令上、日本語公用語ないし国語と定める直接の規定はない。しかし、法令は日本語で記されており、裁判所法においては、裁判所では日本語を用いるとされ、文字、活字文化振興法においては、国語と日本語が同一視されており、 その他多くの法令において、日本語が唯一の公用語ないし国語であることが当然の前提とされている。また、法文だけでなく、公用文は全て日本語のみが用いられ、学校教育では日本語が国語として教えられている。日本では、テレビやラジオ、映画などの放送、小説や漫画、新聞などの出版の分野でも、日本語が使われることがほとんどである。 国外のドラマや映画が放送される場合でも、基本的には日本語に訳し、字幕をつけたり声を当てたりしてから放送されるなど、受け手が日本語のみを理解することを、当然の前提として作成される。言語のまま放送、出版されるものも存在するが、それらは外国向けに発表される前提の論文、もしくは日本在住の外国人、あるいは、 言語の学習者など限られた人を対象としており、大多数の日本人に向けたものではない。日本国外では、市として、中南米やハワイなどの日本人移民の間に、日本語の使用が見られるが、3世4世と世代が、下るに従って非日本語話者が多くなっているという。また、太平洋戦争の終結以前に、日本領内し日本の勢力下にあった。 朝鮮総督府の朝鮮半島、台湾総督府の台湾、旧満州国で現在中華人民共和国の一部、カラフト町のカラフト、旧南洋町の南洋諸島などの地域では、日本語教育を受けた人々の中に、現在でも日本語を記憶して話す人がいる。台湾では、先住民の異なる、部族同士の会話に日本語が用いられることがあるだけで、なく、 ギランクレオールなど日本語とタイアル語のクレオール言語も存在している。また、パラオのアンガウル州では歴史的経緯から日本語を公用語の一つとして採用しているが、現在州内には日本語を日常会話に用いる住民は存在せず象徴的なものに留まっている。日本国外の日本語学習者は2015年調査で365万人に上り、 中華人民共和国の約95万人、インドネシアの約75万人、大韓民国の約56万人、オーストラリアの約36万人、台湾の約22万人が上位となっている。地域別では東アジア、東南アジアで全体の学習者の約8割を占めている。日本語教育が行われている地域は137カ国、 地域に及んでいる。また、日本国内の日本語学習者は、アジア地域の約16万人を中心として、約19万人に上っている。アルタイ書語の分布、日本語の範囲を本土方言のみとした場合、琉球語が日本語と同系統の言語になり、両者は非琉語族を形成する。琉球列島の言葉は、日本語と系統を同じくする別言語とし、 日本語とまとめて、非流語族とされている。共通点が多いので、日本語の一方こととする場合もあり、このような場合は日本語は、孤立した言語という位置づけにされる。日本語の系統は明らかでなく、1963年や1978年の書物では、いくつかの理論仮説があるが、未だそうよ得るに至っていないと記述された。 学問的にどの系統だとも断言できないので、言語学的にはしばしば孤立した言語と分類されることが多い。アルタイ諸語に属するとする説は、明治時代末から特に注目されてきた。その根拠として、古代の日本語において語頭に、R 音が立たないこと、一種の母音調和が見られることなどが挙げられる。古代日本語に蒸気の特徴が見られることは、 日本語が類型として、アルタイ型の言語である根拠とされる。また、日本語には、トルコ系言語の基礎語と似ている部分もあって、イエスの意味である、日本語のハイと、ウズベク語のハなどがある。アルタイ諸語に属するとされるそれぞれの言語の、親族関係を支持する学者の方が、まだ多いが、最近のイギリスでは、アルタイ諸語の親族関係を否定する学者も、現れている。 アイヌ語は語順において日本語と似る。ただし、文法、形態は類型論的に異なる方法語語に属し、音韻構造も優勢、無性の区別がなく平音説が多いなどの相違がある。基礎語彙の類似に関する指摘もあるが、例は不十分である。一般に似ているとされる語の中には、日本語からアイヌ語への借用語が多く含まれると見られる。朝鮮語とは、 語順や文法構造で類似点が非常に多い。音韻の面でも固有語において語塔に流音が立たないこと、一種の母音調和が見られることなど共通の類似点がある。世界の諸言語の広く比較した場合、広く朝鮮語は日本語ともも近い言語とされている。ただし、平音説やシーン連結が存在する優勢。 無性の区別がない、といった相違もある。基礎語彙は、共通点もあるが、かなり相違する面もある。なお、基礎語彙に関連して、朝鮮半島の死語である、コ栗語とは、数詞など重要な基礎語彙でも似るものがある、と、新村でなどから指摘されている。中国語との関係に関しては、日本語は、中国の漢字を、借用語として、広範囲に取り入れており、 語彙のうち漢字を用いたものに関して大きな影響を受けている。だが、語順も文法も音韻も大きく異なるので、系統論的には別系統の言語とされる。南方系のオーストロネシア語族とは音韻体系や語彙に関する類似も指摘されている。ドラビダ語族との関係を主張する説もあるが、これを認める研究者は少ない。王の進むは日本語が語彙。 文法などの点で、タミル語と共通点を持つとの説を唱えるが、比較言語学の方法上の問題から批判が多い。また、レプチャ語、ヘブライ語などとの同型論も過去に存在したが、これに関してはほとんど疑似科学の範疇に収まる。日本語は、社は普通、一本という語を、い、ぽ、んの四単位と捉えている。音説ごとにまとめるならば、IP。 ポンのように二単位となるところであるが、音韻的な捉え方は、これと異なる。音声学上の単位である音説とは区別して、音韻論ではイ、い、ぽ、んのような単位のことを網羅と称している。日本語の網羅は、大体はかなに即して体系化することができる。一本と、全くは、音声学上は、ip、ポン、マットタックであって共通する単音がないが、 日本語話者は、という共通の網羅を見出す。また、には、音声学上は、皇族の音によって、M、N、などと変化するが、日本語の和社自らは、同一音と認識しているので、音韻論上は一種類の網羅となる。日本語では、ほとんどの網羅が母音で終わっている。それゆえに日本語は、開音節言語の性格が強いということができる。もっとも、特殊網羅の、 には、母音が含まれない。モーラの種類は、以下に示すように111程度存在する。ただし、研究者により数え方が、少しずつ異なる。画行の音は、ご中語尾では、微音の、か、行音と,となる場合があるが、画行と、か、行との違いは何ら弁別の機能を提供せず、単なる四動詞に過ぎない。そこで、か、行を除外して数える場合、 モーラの数は103程度となる。これ以外に、外来語の表記第1表にもある、シェ、チェ、サチェツオティ、ファフィ、フェフォその他の外来音を含める場合は、さらに、また数が変わってくる。この他、外来語の表記において用いられる、バビブベボンについては、バギョとして発音されることが多いものの、独立した音韻として発音されることもあり、これらを含めるとさらに増えることとなる。 なお、五十音図は、音韻体系の説明に使われることがしばしばあるが、上記の日本語もオラ表と比べてみると、少なからず異なる部分がある。五十音図の成立は、平安時代に遡るものであり、現代語の音韻体系を反映するものではないことに、注意が必要である。母音体系基本語母音の超音一左側を向いた、人の口の中を模式的に示したもの。 左へ行くほど下が前に出、上へ行くほど口が狭まることを表す。なお、王の時は、唇の丸めを伴う。母音は、あ、い、う、え、おの文字で表される。音韻論上は、日本語の母音はこの文字で表される5個であり、音素記号では、以下のように記される。一方、音声学上は、基本の5母音は、それぞれに近い発音と捉えられる。 は中下より、は、後より、は、弱めの延伸は、強めの延伸は下より、は、上よりを示す補助記号である。日本語の、あは、国際音声記号では、前絶母音、ええと後下母音、の中間音、にあたる。いは、少し後よりであり、愛が近い。えは半狭母音、いいと、半広母音、の中間音であり、おは半狭母音、おうと。 半広ボインの中間音である。日本語の、うは、東京方言では、英語などの、U のような遠心語絶ボインより、少し中舌よりで、それに伴い遠心性が弱まり、中舌ボインのような、バリ唇でも、遠心でもないニュートラルな唇か、それよりほんのわずかに前に突き出した唇で、発音される、半語絶微遠心強ボインである。 これは、舌と唇の動きの連関で、前ボ母音は超唇、中ボ母音は平唇、ニュートラル、後舌母音は、遠心となるのが自然であるという法則にかなっている。しかし、うわ、母音入号などで見られるように、音韻上は未だに、遠心後舌強母音として機能する。また、という表記も行われる。遠心性の弱さを強調するために、を使うこともあるが、 これは本来朝鮮語に見られる、愛のような完全な、バリ唇でありながら、言のように後下の強母音を表す記号であり、遠心性が減衰しつつも残存し、かつ後下よりやや前よりである、日本語の母音、うの音声とは違いを有する。またこの種の母音は、唇と下の連環から外れるため、母音数5以上の言語でない限り、発生するのは稀である。うは、 心音の後では、より完全な遠心部音に近づく。一方、西日本方言では、うは、東京方言よりも奥舌で、唇も丸めて発音し、うに近い。音韻論上、コーヒー、ヒーヒーなど、や、阿行の奏で表す超音という単位が存在する。これは、直前の母音を一網羅分引くという方法で、発音される独立した特殊網羅である。 鳥と通りのように、超音の有無により意味を弁別することも多い。ただし、音声としては、超音という特定の音があるわけではなく、超母音、i,u,e,o の後半部分に相当するものである。a,o と書かれる文字は、発音上は a,o と同じく超母音、e,o として発音されることが一般的である。すなわち、A 声、応答。 正統は、英正応当、正当のように発音される。ただし、九州や四国南部、西部、紀伊半島南部などでは、英いを、いいイと発音する。思う、思うも,もう、つうなどの単語は必ず二重母音となり、また軟骨魚の英など、語彙によって二重母音になる場合もあるが、これには、個人差がある。一文字一文字丁寧に発話する場合には、 えいを、e いいと発音する和者も多い。単語末や無声シーンの間に挟まれた位置において、いや、うなどの共母音はしばしば無声化する。例えば、です、ますは、ですう、モすのように発音されるし、聞く、力、深い、放つ、秋などはそれぞれ、くじーくー、あいきろ、ゆかい、ほなう、あじーと発音されることがある。ただし、アクセント角がある白は無声化しにくい。 個人差もあり、発話の環境や速さ、丁寧さによっても異なる。また、方言差も大きく、例えば、近畿方言ではほとんど母音の無声化が起こらない。んの前の母音は微音化する傾向がある。また、母音の前のんは、前後の母音に、近似の微母音になる。子音体系子音は、音音音論上区別されているものとしては、現在の主流学説によれば、か、さ、 な、は、ま、や、ら、和行の死因、濁音、が、ざだ、ば行の死音半濁音、多行の死音である。音素記号では、以下のように記される。和行と野行のことを死因は、音素言うと、音素愛の音節内の位置に応じた変音であるとする、解釈もある。特殊網羅の、んと、あ、 音韻上独立の音素であるという説と、んはな行ごとシーン N の音節内の位置に応じた、変音は単なる二重シーン化であるとして、音韻上独立の音素ではないという説の両方がある。一方、音声学上は、シーン体系は一層複雑な様相を呈する。主に用いられるシーンを以下に示す。基本的に、家業は、K、作業は、S、他業は、 t, な行は、n, は行は、h, ま行は、m, や行は、j, だ行は、d, ば行は、b, パ行は、p を用いる。ら行の神は、語頭では、んの後のら行は、英語の、l に近い音を用いる話者もある。一方、あら。という時のように、語中語尾に現れる場合は、舌を弾く、もしくは、となる。標準日本語及びそれの母体である。 首都圏方言において、和行のシーンは、上で挙げた、同言語の、うと、基本的な性質を共有し、もう少し空気の通り道の狭い接近音である。このため、U に対応する接近音、W と、に対応する接近音、の中間、もしくは、微炎心という点でわずかに、W に近いといえ、南郊外の少し前よりの部分を、主な超音点とし、両唇も、 わずかに使って超音する二重超音の接近音と言える。このため、五重音図の配列では、和行は新音に入れられている。外来音、ウィ、ウェ、ウにも同じ音が用いられるが、ウィ、ウェ、ウォートに網羅で発音する和者も多い。画行の新は五頭では、破裂音の G を用いるが、五中では、微音のを用いることが一般的だった。現在では、 この、を用いる和射は減少しつつあり、代わりに語頭と同じく破裂音を用いるか、摩擦音の、を用いる和射が増えている。座行の診は、語頭や、んの後では、破擦音を用いるが、語中では、摩擦音を用いる場合が多い。いつでも、破擦音を用いる和射もあるが、手術などの語では、発音が難しいため摩擦音にするケースが多い。なお、打行の、 図は一部方言を除いて、座行の字、図と同音に返しており、発音方法は同じである。母音、意が後続するシーンは独特の音色を呈する。いくつかのシーンでは、前絶面を高校外に近づける、校外化が起こる。例えば、家行のシーンは一般に、K を用いるが、木だけは、K を用いるといった具合である。校外化した芯の後ろに、母音、あ、う、 が来るときは、表記上は、イダンのカナの後ろに、や、ゆ、よ、の仮名を用いてきゃ、キャ、キュ、キョ、ミヤ、ミユ、ミヨのように記す後ろに母音、ボイン、絵が来るときは、絵の仮名を用いて、キエのように記すが、外来語などにしか使われない。作業、座業、他業、派業のイダン音のシーンも、独特の音色であるが、これは単なる公外化でなく、 超音点が高校外に移動した音である。死、知の神は、を用いる。外来音、水、t の神は、校外化した、s、t を用いる。自、字の神は、ごと及び、んの後ろでは、d、ご中では、を用いる。外来音、d、随の神は、校外化した、d、d 及び、z を用いる。日の神は、h ではなく、高校外音、である。 また、2の子音は多くは口外化した、N で発音されるが、口,口外微音を用いる和者もある。同様に、理に口,口外弾き音を用いる和者や、地に無性口,口外破裂音、C を用いる和者もある。その他、波行では、負の子音のみ無性両唇摩擦音を用いるが、これは波行子音が、P、H と変化してきた名残である。 五十音図では、奈良時代に、音韻音声で、P、平安時代に、出会った名残で、両親音のカテゴリーに入っている。外来語には、F を用いる和者もある。これに関して、現代日本語で、の後ろや、漢語で、んの後ろに、波行が来た時、波行の音が現れ、連絡でも波行に変わり、有音声門摩擦音、ではないことから、現代日本語でも、語手を、 和語や全近代の漢語等の借用語に限れば、波行の音素は H でなく P であり、摩擦音化規則で上に上げた場合以外は H に変わるのだという解釈もある。現代日本語母語話者の直感には反するが、波行の連絡や、んの後ろでの波行の音の変化をより体系的、合理的に表し得る。また、多行では、つの死因のみ TS を用いる。 これらの子音に、母音あ、い、え、おが続くのは、主として、外来語の場合であり、奏ではア、あ、い、え、を添えて、ファサのように記す。ふい、ちは、子音に公害化が起こる。また、ちは多く、チなどに言い換えられる。ドゥは、外来語で用いることがある。即音および発音、んと呼ばれる音は、音韻論上の概念であって、 前説で述べた超音と合わせて特殊網羅と扱う。実際の音声としては、A、k、k s、s t、t t、t、p、p などのシ音ン連続となる。ただし、A のように単独で出現することもあり、その時は、正門閉鎖音となる。また、には、後続の音によって、m、n、などのシ音ンとなる。 文末などでは、を用いる和者が多い。日本語は一部の方言を除いて、音の上下による、肯定アクセントを持っている。アクセントは語ごとに決まっており、網羅単位で肯定が定まる。同音語アクセントによって区別できる場合も少なくない。例えば、東京方言の場合、雨、雨は、それぞれ、雨、あ、目と異なったアクセントで発音される。が、 に、おなどの助詞は固有のアクセントがなく、直前に来る名詞によって、助詞の工程が決まる。例えば、はし、はし、単は、単独では、それぞれ、はし、は、し、は、しとなるが、後ろに、が、に、おなどの助詞がつく場合、それぞれ、はしが、は、しが、は、しがとなる。共通語のアクセントでは、単語の中で音の下がる場所があるか、 あるならば何網羅目の直後に下がるかを弁別する。音が下がるところを下がり目、またはアクセントの滝といい、音が下がる直前の網羅をアクセント角、または下げ角という。例えば、橋は第一拍、橋は第二拍にアクセント角があり、単にはアクセント角がない。 アクセント角は一つの単語には一箇所もないか一箇所だけあるかのいずれかであり、一度下がった場合は単語内で再び上がることはない。アクセント角を丸で表すと、二拍語には○○の3種類、三拍語にはの4種類のアクセントがあり、拍数が増えるにつれてアクセントの型の種類も増える。アクセント角が存在しないものを平板型といい、 第一拍にアクセント角があるものを頭高型、最後の拍にあるものを小高型、第一拍と最後の拍の間にあるものを中高型という。頭高型、中高型、小高型をまとめて起伏式、または有格型と呼び、平板型を平板式、または無格型と呼んで区別することもある。また、共通語のアクセントでは、 単語や文節のみの形で発音した場合、し、るしが、だ、まごがのように一拍目から二拍目にかけて、音の上昇がある。しかしこの上昇は単語に、固有のものではなく、文中では、あ、かいしるしが、こ、のたまごがのように、区切らずに発音したひとまとまりの初めに上昇が、現れる。この上昇をく音調といい、くとくの切れ目をわかりやすくする機能を担っている。 一方、アクセント角は単語に固定されており、卵の間の後の下がり目はなくなることがない。共通語の音調は、句の二拍目から上昇し、アクセント角まで平らに進み、角の後で下がる。したがって、句頭で、定定高校、や、高々高高高、のような音調は現れない。アクセント辞典などでは、アクセントを、印が、卵がのように表記する場合があるが、 これは一文節を一つの句として発音するときのもので、句音調とアクセント角の両方を同時に表記したものである。日本語の文の例状の文は、橋本新吉の説に基づき手術構造の文として説明したもの。下の文は手術構造をなすとは説明しがたいもの。三上明はこれを大術構造の文と捉えている。日本語では私は本を読む。 という語順で文を作る。英語で、I イ e a d a book, という語順をスボ型と称する説明に習って言えば、日本語の文は SOV 型ということになる。もっとも、厳密に言えば、英語の文に動詞が必須であるのに対して、日本語文は、動詞で終わることもあれば、形容詞や、名詞助動詞で終わることもある。そこで、日本語文の基本的な構造は、 SV というよりは SP という手術構造と考える方がより適当である。私は社長だ私は行く。私は嬉しい。上記の文はいずれも SP 構造、すなわち手術構造をなす同一の文系である。英語などではそれぞれ SVC、SV、SVC の文系になるところであるから、それに習って一を名詞文、二を 動詞文、三を、形容詞文と分けることもある。しかし、日本語ではこれらの文型に本質的な違いはない。そのため、日本語は社の英語書学者などは、IAMA President, IAM Happy と同じ調子で、IAM Go と誤った作文をすることがある。第術構造また、日本語文では、手術構造とは別に、 大目術部からなる、大術構造を取ることが、極めて多い。大目とは、話のテーマを明示するものである。よく主語と混同されるが、別概念である。主語は多く、がによって表され、動作や作用の主体を表すものであるが、大目は多く、はによって表され、その文が、これから何について、述べるのか、を明らかにするものである。主語に、 歯がついているように見える文も多いが、それはその文が、動作や作用の主体について述べる文、すなわち題目が、同時に、主語でもある文だからである。そのような文では、題目に、歯がつくことにより結果的に主語に、歯がつく。一方、動作や作用の客体について述べる文、すなわち題目が、同時に、目的語でもある文では、題目に、歯がつくことにより結果的に、 目的語に、歯がつく。例えば、などの文では、象話は,はいずれも、題目を示している。4の、象話、は、象がに言い換えられるもので、事実上は、文の主語を兼ねる。しかし、5以下は、象がには言い換えられない。5は、象のことであり、6は、象にのことである。さらに、7の、象話は,は、何とも言い換えられないものである。これらの、 像はという題目は、が、に、お、などの特定の格を表すものではなく、私は像について述べるということだけをまず明示する、役目を持つものである。これらの文では、題目、像はに続く、部分全体が、術部である。王の進むは、がと、ははそれぞれ未知と基地を表すと主張した。例えばにおいては、前者は、佐藤は、どの人物かといえば私が佐藤ですを意味し、 後者は、私は誰かといえば佐藤ですとなる。従って、何、どこ、いつなどの疑問詞は常に未知を意味するから、何が、どこが、いつがとなり、何は、どこは、いつはとは言えない。日本語と同様に大述構造の文を持つ言語は、東、アジアなどに分布する。例えば、中国語、朝鮮語、ベトナム語、マレー語、タガログ語にもこの構造の文が見られる。 主語廃止論日本語、英語の公文の違い三上説によれば、日本語の文は、紹介詞の部分に、が、に、をが同等にかかる。英語式の文は、こうという主語だけが、述語、紹介したと対立する。上述の、像は、花が長い。のように、主語述語の代わりに、大目述部と捉えるべき文が非常に多いことを考えると、 日本語の文にはそもそも主語は必須でないという見方も成り立つ。三上明は、ここから、主語廃止論を唱えた。三上によれば、という文において、こうが、おに、平和はいずれも、紹介しという行為を説明するために必要な要素であり、優劣はない。重要なのは、それらをまとめる、述語、紹介したの部分である。こうがお、おに、 平和はすべて術語を補足する語となる。一方、英語などでの文で、主語は、術語と認証などの点で呼応しており、特別の存在である。この考え方に従えば、英語式の観点からは、主語が省略されているとしか言いようがない文をうまく、説明することができる。例えば、などは、いわゆる主語のない文である。しかし、日本語の文では術語に中心があり、 保護を必要に応じて付け足すと考えれば、上記のいずれも省略のない完全な文とみなして差し支えない。今日の文法学説では、主語という用語、概念は作業仮説として有用な面もあるため、なお一般に用いられている。一般的には、各助詞、がを伴う文法項を主語とみなす。ただし、 三上の説に対する形で日本語の文に主語が必須であると主張する学説は、生成文法や鈴木茂之らの言語学研究会グループなど、主語に、統語上の重要な役割を認める学派を除いて少数派である。森茂都氏は、日本語の文においても、手術関係が骨子であるとの立場を取るが、この場合の主語、術語も、 一般に言われるものとはかなり様相を置ことにしている。現在一般的に行われている学校教育における文法では、主語、述語を基本とした伝統的な文法用語を用いるのが普通だが、教科書によっては主語を特別扱いしないものもある。文を主語、述語から成り立つと捉える立場でも、この2様相だけでは文の構造を十分に説明できない。主語 述語には、さらに就職語などの要素が付け加わって、より複雑な文が形成される。文を成り立たせるこれらの要素を、文の成分と称する。学校文法では、文の成分として、主語、述語、就職語、接続語、独立語の5つを挙げている。並立語や補助語、非補助語は、文の成分ではなく、文節 連分節同士の関係を表した概念であって、常に連分節となって、上記5つの成分になるという立場に、学校文法は立っている。したがって、並立の関係、補助の関係という用語を、教科書では採用しており、並立語、補助語という用語については載せていない、教科書が主流である。なお、連帯就職後も、 厳密に言えばそれだけでは成分にはなり得ず、常に非修飾語と連文説を構成して、文の成分になる。学校図書を除く4社の教科書では、単文説でできているものを、主語のように、語と呼び、連文説でできているものを、主部のように、部と呼んでいる。それに対し学校図書だけは、文説、連文説同士の関係概念を、語と呼び、いわゆる成分を、 部と呼んでいる。種類とその役割以下、学校文法の区分に従いつつ、それぞれの文の成分の種類と役割とについて述べる。主語、述語文を成り立たせる基本的な成分である。ことに、述語は、文をまとめる重要な役割を果たす。雨が降る。本が多い。私は学生だ。などはいずれも、主語、述語から成り立っている。教科書によっては、 述語、文のまとめ役として、最も重視する一方、主語については、就職語と合わせて説明するものもある。連用就職語用言にかかる、就職語である。兄が弟に算数を教える。という文で、弟に、算数を、など格を表す部分は、述語の動詞、教えるにかかる連用就職語ということになる。また、算数をみっちり教える。 算数を熱心に教える。という文の、みっちり、熱心になども、教えるにかかる連用就職語である。ただし、弟に、算数をなどの成分を書くと、基本的な事実関係が伝わらないのに対し、みっちり、熱心になどの成分は、書いてもそれほど、事実の伝達に支障がない。ここから、前者は、文の根幹をなすとして、補充成分と称し、 後者に限って、就職成分と称する説もある。国語教科書でも、この2者を区別して説明するものがある。連帯就職語体現にかかる、就職語である。私の本、動くほどを赤い髪飾り、大きな瞳の、私の、動く、赤い、大きなは、連帯就職語である。鈴木茂幸、鈴木康幸高橋太郎、鈴木康志らは、 物を表す分の成分に特徴を付与し、そのものがどんなものであるかを規定する分の成分であるとして、連帯就職語を規定語と呼んでいる。接続語、疲れたので動けない。解体が、金がない。の、疲れたので解体がのように、後の部分との論理関係を示すものである。また、今日は晴れた。だから、ピクニックに行こう。君は若い。なのに、 なぜ絶望するのか。における、だから、なのに、のように、前の文とその文とをつなぐ成分も、接続語である。品種分類では、常に接続語となる品種を、接続詞とする。独立語、はい、わかりました。姉さん、どこへ行くの新鮮、それが命です。の、はい、姉さん、新鮮のように。 他の部分にかかったり、他の部分を受けたりすることがないものである。かかり受けの観点から定義すると、結果的に、独立語には感動、呼びかけ、応答、提示などを表す語が該当することになる。品種分類では、独立語としてのみ用いられる品種は、感動詞とされる。名詞や、形容動詞語感なども、独立語として用いられる。並立語。 みかんとりんごを買う。びわこの冬は、冷たく厳しい。の、みかんとりんごや、冷たく厳しい。のように並立関係でまとまっている成分である。全体としての働きは、みかんとりんごの場合は、連用就職部に相当し、冷たく厳しい。は、術部に相当する。目的語と、保護原稿の学校文法では、英語にあるような、目的語。 保護などの成分はないとする。英語文法では、I read, a book, の a book は素母文系の一部をなす、目的語であり、また I go to the ザライブラリーの、ザライブラリーは、全知詞と共に付け加えられた、就職語と考えられる。一方、日本語では、のように、本語、図書館へはどちらも、名詞格上詞で、表現されるのであって、その限りでは、区別がない。 これらは、文の成分としてはいずれも、連用修飾語とされる。ここから、学校文法に従えば、私は本を読む。は、主語目的語動詞文型というよりは、主語修飾語述語文型であると解釈される。対象語、鈴木茂之、鈴木康之らは、連用修飾語のうち、目的語にあたる語は、術語の表す動きや、 状態の成立に加わる対象を表す対象語であるとし、文の基本成分として認めている。状況語、明日、学校で、運動会がある。の、明日、学校でなど、出来事やありさまの成り立つ状況を述べるために時や場所、原因や目的を示す文の成分のことを、状況語とも言う。学校文法では、連用就職語に含んでいるが、就職語が、 述語の表す内的な属性を表すのに対して、状況語は、外的状況を表す。取り巻き内視は、額縁の役目を果たしている。状況語は、出来事やありさまを表す部分の前に置かれるのが、普通であり、主語の前に置かれることもある。なお、状況語という用語はロシア語、スペイン語、中国語などにもあるが、日本語の、 状況語と必ずしも概念が一致しているわけではなく、就職語を含んだ概念である。就職語の特徴日本語では、就職語は常に非就職語の前に位置する。ぐんぐん進む、白い雲の、ぐんぐん、白いはそれぞれ、進む、雲の就職語である。就職語が長大になっても位置関係は同じで、例えば、 行く秋の山との国の薬師寺の塔の上なる一平の雲、佐々木の仏という短歌は冒頭から一平のまでが雲にかかる長い就職語である。法律文や翻訳文などでも長い就職語を主語、述語の間に挟み、文意を取りにくくしていることがしばしばある。例えば、日本国憲法全文の一節に、我らはいずれの国家も、 自国のことのみに専念して、他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に、自負ことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務で、あると信ずる。とあるが、主語の、我ら、述語の、信ずるの間に、いずれの国家も、であるとという、長い就職語が介在している。 この種の文を読み慣れた人でなければ分かりにくい。英訳で Wee Hold と主語、述語が隣り合うのとは対照的である。もっとも就職語が構通される英語でも就職関係のわかりにくい文が現れることがある。次のような文は袋工事文と呼ばれる。The Horse Rest Past the Burn Fell この場合、日本語の文では 馬にかかる連帯就職後、納屋のそばを走らされたが前に来ているために、文構造がわかりやすいが、英語では、ザホースを就職する、レスト・パスト・ザ・バーンが後に来ているために、構造が把握しづらくなっている。具体的には、この英文の途中、ザホース・レスト・パスト・ザ・バーンまでしか読んでいない状況では、文の成分としての動詞は、レストであるように感じられるが、 フェルまで行き着くと、文の成分としての動詞は、文法上、これまで、唯一の候補だった、レストに加え、フェルが出てくることになり、それぞれの候補ごとに、崩れるナヤのそばを、馬が素早く走り抜けたなのか、ナヤのそばを走らされた馬が倒れたなのかを、検討しなければならなくなる。学校文法の品詞体系元の図は、橋本新吉、国語法要説に掲載。 上お及び現在の国語教科書では、微修正を加えている。名詞や動詞、形容詞といった、品詞の概念は、上述した、文の成分の概念とは分けて考える必要がある。名詞、犬は、文の成分としては主語にもなれば、修飾語にもなり、犬だのように、助動詞、だをつけて述語にもなる。動詞、形容詞、形容動詞も、修飾語にもなれば、 述語にもなる。もっとも、副詞は多く連用修飾語として用いられ、また、連帯詞は、連帯修飾語に、接続詞は、接続語に、感動詞は、独立語にもっぱら用いられるが、必ずしも、特定の品詞が特定の文の成分に1対1で、対応しているわけではない。では、それぞれの品詞の特徴を形作るものは何かということが、問題になるが、 これについては、様々な説明があり、一定しない。俗に、事物を表す単語が名詞、動きを表す単語が動詞、様子を表す単語が形容詞などと言われることがあるが、例外がいくらでも上がり、定義としては成立しない。橋本新吉は、品詞を分類するにあたり、単語の表す意味には踏み込まず、主として、形式的特徴によって、品詞分類を行っている。 橋本の考え方は、初学者にもわかりやすいため、学校文法もその考え方に基づいている。学校文法では、語のうち、太陽、輝く、赤い、ギラギラなど、それだけで文節を作り得るものを、自立語とし、ようだ、です。が、おなど、単独で、文節を作り得ず、自立語に付属して用いられるものを、付属語とする。なお、日本語では、 自立語の後に、節字や、付属語を次々に付け足して、文法的な役割などを示すため、言語類型論上は、公着語に分類される。自立語自立語は、活用のないものと、活用のあるものとに分けられる。自立語で、活用のないもののうち、主語になるものを名詞とする。名詞のうち、代名詞、数詞を独立させる考え方もある。一方、 主語にならず、単独で連用就職語になるものを副、副詞連帯就職語になるものを連帯詞、接続語になるものを、接続詞、独立語としてのみ用いられるものを、感動詞とする。副詞連帯詞については、それぞれ一品詞とすべきかどうかについて議論があり、さらに細分化する考え方や、他の品詞に吸収させる考え方などがある。自立語で活用のあるもののうち、 命令形のあるものを、動詞、命令型がなく、終詞、連帯型が、いで終わるものを、形容詞、連帯型が、なで終わるものを、形容動詞とする。形容動詞を一品詞として認めることについては、時枝元木や鈴木茂行など、否定的な見方をする研究者もいる。なお、名詞及び、体言という用語は、しばしば混同される。古来、 言葉を分類するにあたり、活用のない語、体言、活用のある語、用言、その他、助詞、助動詞の類を、手によ派と大雑把に称することが多かった。現在の学校文法では、用言は活用のある自立語の意味で用いられ、体言は活用のない自立語の中でも、名詞を指すようになった。つまり、現在では、体言と名詞とは、 同一物と見ても差し支えはないが、活用しない語という点に着目していう場合は、体言、文の成分の内主語になり得るという点に着目していう場合は、名詞と称する。付属語付属語も、活用のないものと、活用のあるものとに分けられる。付属語で、活用のないものを助詞と称する。春が来た、買ってくる、やるしかない、分かったかなどの太字部分はすべて助詞である。 助詞は、名詞について、述語との関係を表す、格助詞、活用する語について、後続部分との接続関係を表す接続助詞、主樹の語について、程度や限定などの意味を添えつつ、後続の要言などを修飾する副助詞、文の終わりに来て、疑問や英単、感動、禁止といった気分や意図を表す、修助詞に分けられる。鈴木茂之、高橋太郎ほか、 鈴木康幸らは助詞を単語とは認めず、付属字として単語の一部とする。または語尾、条件の形の場、並べ立てるときのたりについて。付属語で活用のあるものを助動詞と称する。気を引かれる、私は泣かない、花が笑った。さあ、出かけよう、今日は来ないそうだ。もうすぐ、春ですなどの太字部分は、すべて助動詞である。 助動詞の最も主要な役割は、動詞に付属して、以下のような情報を加えることである。すなわち、動詞の体、極性、自性、相、方などを示す役割を持つ。山田隆雄は、助動詞を認めず、動詞から分出される語尾とをみなしている。また時枝元木は、レル、セルを助動詞とせず、動詞の設備語としている。鈴木茂之、鈴木康之。 高橋太郎らは大部分の助動詞を単語とは認めない。た、うは、動詞の語尾であるとし、ない、よう、ます、れる、られる、せる、させる、たい、そうだ、ようだは、設備字であるとして、単語の一部とする。名詞及び動詞、形容詞、形容動詞は、それが文中で、どのような成分を担っているかを、特別の形式によって表示する。名詞の場合、が、 になどの格助詞を構築することで動詞との関係を示す。語順によって格を示す言語ではないため、日本語は語順が比較的自由である。すなわち、などは、強調される語は異なるが、いずれも同一の内容を表す文で、しかも正しい文である。主な格助詞とその典型的な機能は次の通りである。このように、格助詞は、 述語を、連用修飾する名詞が述語とどのような関係にあるかを示す。なお、蒸気はあくまでも典型的な機能であり、主体を表さない、が、対象を表さない、を、到達点を表さない、に、主体を表す、のなど、蒸気に収まらない機能を担う場合も多い。各助詞のうち、が、を、には、話し言葉においては脱落することが多い。その場合、 文脈の助けがなければ、最初に来る部分は、が核に相当するとみなされる。クジラをお父さんが食べてしまった。お、クジラ、お父さん食べちゃった。と助手を抜かしていった場合は、クジラが、が核相当と捉えられるため、誤解のもとになる。チョコレートを私が食べてしまった。お、チョコレート、私食べちゃった。といった場合は、文脈の助けによって、誤解は避けられる。 なお、へ、と、から、より、でなどの格助詞は、話し言葉においても脱落しない。大術構造の文では、特定の格助詞が、歯に置き換わる。例えば、空が青い。という文は、空を大目化すると、空は青い。となる。大目化の際の、歯の付き方は、以下のようにそれぞれの格助詞によって異なる。格助詞は、下に来る動詞が何であるかに応じて、 必要とされる種類と数が変わってくる。例えば、走るという動詞で終わる文に必要なのは、が角であり、馬が走る。とすれば完全な文になる。ところが、教えるの場合は、が角を加えて、兄が教えています。としただけでは、不完全な文である。さらに、で角を加え、兄が小学校で教えています。とすれば完全になる。つまり、教えるは、が、 で、格が必要である。ところが、兄が部屋で教えています。という文の場合、が、で、格があるにもかかわらず、なお完全な文という感じがしない。兄が部屋で弟に算数を教えています。のように、が、に、を格が必要である。むしろ、で核はなくとも文は、不完全な印象はない。すなわち、同じ、教えるでも、 教団に立つという意味の教えるはがで格が必要であり説明してわかるようにさせるという意味の教えるではがにを格が必要であるこのようにそれぞれの文を成り立たせるのに必要な格を必須格という名詞が格助詞を伴って様々な格を示すのに対し用言及び助動詞は語尾を変化させることによって文中の どの成分を担っているかを示したり、時制相などの情報や、文の切れ続きの別などを示したりする。この語尾変化を、活用と言い、活用する語を総称して、活用語という。学校文法では、口語の活用語について、6つの活用型を認めている。以下、動詞、形容詞、形容動詞の活用型を例に挙げる。一般に、 修士型は述語に用いられる。打つ。強い。勇敢だ。など。連用型は文字通り連用修飾語にも用いられる。強く。勇敢になど。ただし、選手が球を打ちました。の、打ちは、連用形であるが、連用修飾語ではなく、この場合は、述語の一部である。このように、活用型と文中での役割は、一対一で対応しているわけではない。 家庭型は、文語では依然型と称する。口語の、打てばは、家庭を表すが、文語の、打てばは、すでに打ったのでの意味を表すからである。また、形容詞、形容動詞は、口語では、命令型がないが、文語では、稽古は強かれ。のごとく命令型が存在する。動詞の活用は、種類が分かれている。口語の場合は、五段活用、上一段活用。 した一段活用、家業変革活用、作業変革活用の5種類である。ある言語の語彙体系を見渡して、特定の分野の語彙が豊富であるとか、別の分野の語彙が貧弱であるとかを決めつけることは、一概にはできない。日本語でも、例えば、自然を表す語彙が多いというのが定評と言われるが、これは、人々の直感から来る評判という意味以上のものでは、ない。 実際に、旧版、分類語彙表によって、分野ごとの語彙量の高を比べた結果によれば、名詞のうち、人間活動、精神及び行為に属するものが27.0%、抽象的関係が18.3%、自然物及び、自然現象が10.0%などとなっていて、この限りでは、自然よりも、精神や、行為などを表す語彙の方が多いことになる。 ただし、これも他の言語と比較して多いということではなく、この結果が直ちに日本語の語彙の特徴を示すことにはならない。認証語彙日本語の認証はあまり固定化していない。現代語、標準語の範疇としては、一二章は私、私、あたし、僕、俺、うち、自分、我々など、二人称はあなた、あんた、お前、おめえ、てめえ。 君などが用いられる。方言、近代語、古語まで含めるとこの限りではなく、文献上では他にも、あたくし、あたい、わし、わい、わて、わがはい、おれさま、おいら、われ、わあ、わん、ちん、わっし、こちとら、手前小生それがし、拙者おらなどの一人称、お前さん、てめえ、きさま、おのれ、われ、おたく、なんじ、お主、その方、きくん、 奇形、奇化、足元、奇行、奇女、奇伝、あなたなどの二認証が見つかる。上の事実は、現代英語の一認証、二認証代名詞がほぼ愛というのみであり、フランス語の一認証代名詞が、十ュ、二認証代名詞が、スブーのみ、また、ドイツ語の一認証代名詞が、イヒ、二認証代名詞が、ジュズイ,イヤーのみであることと比較すれば、 特徴的ということができる。もっとも、日本語においても、本来の認証代名詞は、一人称に、は、あ、二認証に、ながあるのみである。今日、1.2認証同様に用いられる語は、その大部分が、一般名詞からの転用である。一人称を示す、僕や三人称を示す、彼女など、僕、何歳彼女、どこ行くの のように二人称に転用することが可能であるのも、日本語の認証語彙が一般名詞的であることの表れである。なお、敬意表現の観点から、目上に対しては二人称代名詞の使用が避けられる傾向がある。例えば、あなたは何時に出かけますかとは言わず、何時にいらっしゃいますかのように言うことが普通である。親族語彙の体系の節も参照。音象徴語彙また、 音象徴語、いわゆるオノマトペの語彙量も日本語には豊富である。犠牲語は、人や動物が立てる声を映したものである。擬音語は、物音を映したものである。擬態語は、物事の様子や、心理の動きなどを表したものである。擬態語の中で、心理を表す語を特に議場語と称することもある。オノマトペ自体は、多くの言語に存在する。例えば猫の鳴き声は、 英語で、ミュー、ドイツ語で、ミアウ、フランス語で、ミアオ、ロシア語で、中国語で、朝鮮語で、などである。しかしながら、その語医量は言語によって異なる。日本語のオノマトペは、欧米語や中国語の3倍から5倍存在すると言われ、とりわけ擬態語が多く使われるとされる。新たなオノマトペが作られることもある。バクバク、がっつりなどは、 近年に作られたオノマトペの例である。漫画などの媒体では、とりわけ自由にオノマトペが作られる。漫画家の手塚治虫は、漫画を英訳してもらったところ、ドギューン、シーンなどの語に翻訳者が、お手上げになってしまったと記している。また、漫画出版社社長の堀井淵清治も、アメリカで、日本漫画を売るにあたり、独特の擬音を訳すのに、スタッフが悩んだことを述べている。 日本語の語彙を品詞ごとに見ると圧倒的に多いものは名詞である。その残りのうちで比較的多いものは動詞である。新鮮国語辞典の収録語の場合、名詞が82.37%、動詞が9.09%、副詞が2.46%、形容動詞が2.02%、形容詞が1.24%となっている。このうち、 とりわけ目を引くのは、形容詞、形容動詞の少なさである。かつて、柳田国夫は、この点を指摘して、形容詞基金と称した。英語の場合、オックスフォード英語辞典、第2版では、半分以上が、名詞、約4分の1が、形容詞、約7分の1が、動詞ということであり、英語との比較の上からは、日本語の形容詞が金賞であることは、特徴的と言える。 ただし、これは日本語で物事を形容することが難しいことを意味するものではなく、他の形式による形容表現が多く存在する。例えば、初歩、賛成など、名詞の形式、目立つ、尖った、流行っているなど動詞を元にした形式、つまらない、にえ切らないなど、否定助動詞、ないを伴う形式などが形容表現に用いられる。 もともと少ない形容詞を補う主要な形式は形容動詞である。看護、外来語の輸入によって正確だ、スマートだのような看護、外来語、だの形式の形容動詞が増大した。情景の新鮮国語辞典で名詞扱いになっている看護、外来語のうちにも形容動詞の用法を含むものが多数存在する。現代の二次看護、 約2万戦0語を調査した結果によれば、全体の63.7%が自物類、29.9%が動体類、7.3%が幼体類、1.1%が副用類であり、2時間後の7%程度が形容同士として用いられていることがわかる。語彙の増加と品詞の不死も参照。それぞれの語は、バラバラに存在しているのではなく、意味。 用法などの点で互いに関連を持ったグループを形成している。これを語彙体系と称する。日本語の語彙自体、一つの大きな語彙体系と言えるが、その中には、さらに無数の語彙体系が含まれている。以下、体系を成す語彙の典型的な例として、指示語、色彩語彙、親族語彙を取り上げて論じる。指示語の体系日本語では、ものを指示するために用いる語彙は、一般に、 コソアドと呼ばれる四系列を成している。これらの指示語は、主として名詞であるため、概説書の類では、名詞の説明の中で扱われている場合も多い。しかし、実際には、副詞、連帯詞、形容同士にまたがるため、ここでは、語彙体系の問題として論じる。コソアドの体系は、伝統的には近称、金称中称炎章、不定称の名で呼ばれた。 明治時代に、大月文彦は、以下のような表を示している。ここで、金賞は最も近いもの、中章はやや離れたもの、炎章は遠いものを指すとされた。ところが、そこなどを、やや離れたものを指すと考えると、遠くにいる人に向かって、そこで待っていてくれというような場合を説明しがたい。また、自分の腕のように近くにあるものを指して、人に、 そこをさすってくださいということも説明しがたいなどの欠点がある。佐久間かなえは、この点を改め、子は、和の縄張りに属するもの祖は、名の縄張りに属するものあはそれ以外の範囲に属するものを指すとした。すなわち、体系は、下記のようにまとめられた。このように整理すれば、上述の、そこで待っていてくれ、そこをさすってくださいのような言い方はうまく説明される。 相手側に属するものは、遠近を問わず、祖で表されることになる。この説明方法は、現在の学校教育の国語でも取り入れられている。とはいえ、すべての場合を、作間説で割り切れるわけでもない。例えば、道で、どちらに行かれますかと問われて、ちょっとそこまでと答えたとき、これは、それほど、遠くないところまで行くという意味であるから、大月文彦の言う。 抽象の説明の方がふさわしい。ものをなくしたとき、ちょっとその辺を探してみるよというときも同様である。また、目の前にあるものを直接指示する場合と、文章の中で前に出た語句を指示する場合とでも、事情が変わってくる。いかしか、それが問題だの。それは、抽象とも、相手所属のものとも解釈しがたい。直前の内容を、それで示すものである。 このように、指示語の意味体系は、詳細に見れば、なお研究の余地が多く残されている。なお、指示の体系は言語によって異なる。不定称を除いた場合、三系列を成す言語は日本語や朝鮮語などがある。一方、英語や中国語などは二系列を成す。日本人の英語学習者が、これ、それ、あれに、this, it, that を当てはめて考えることがあるが、 一歩は文脈指示の代名詞で系列が異なるため、混用することはできない。色彩語彙の体系日本語で色彩を表す語彙は、古来、赤、白、青、黒の四語が基礎となっている。赤は明るい色、白は明らかな色、青は漠然とした色、黒は暗い色を総称した。今日でもこの体系は基本的に変わっていない。歯の色、空の色、顔色などをいずれも、 青と表現するのはここに理由がある。文化人類学者のバーリンと K の研究によれば、主治の言語で最も広範に用いられている基礎的な色彩語彙は白と黒であり、以下赤、緑が順次加わるという。日本語の色彩語彙もほぼこの法則に合っていると言って良い。このことは日本語を話す人々が四色しか識別しないということではない。 特別の色を表す場合には、黄色、紫色、茶色、巣黄色、アサ木色など、植物その他の一般名称を必要に応じて、転用する。ただし、これらは、基礎的な色彩語彙ではない。親族語彙の体系日本語の親族語彙は、比較的単純な体系をなしている。英語の基礎語彙で、同じ親から生まれたものを、ブラザー、シスターの二語のみで、 区別するのに比べれば、日本語では、男女、長用によって、兄、姉、弟、妹の四語を区別し、より詳しい体系であると言える。しかしながら、例えば、中国語の親族語意と比較すれば、はるかに単純である。中国語では、父親の父母祖父、祖母、母親の父母外祖父、外祖母と呼び分けるが、日本語ではジジ、じじ、ばばの区別しかない。 中国語では、父の兄弟を、く祝、父の姉妹を、姑、母の兄弟を、姑、母の姉妹を、おばなどというが、日本語では、おじ、おばのみである。おじ、おばの子はいずれも、いとこの名で呼ばれる。日本語でも、おじ、おじ、重形、従士などの語を文章語として用いることもあるが、これらは中国語からの借用語である。 親族語彙を他人に転用する虚構的用法が多くの言語に存在する。例えば、朝鮮語、モンゴル語では尊敬する、年配男性に用いる。英語でも、議会などの長老やカトリック教会の神父を、ファーザー、両母マザー、男の親友や同一宗派の男性を、ブラザー、女の親友や修道女や見知らぬ女性を、シスターと呼ぶ。 中国語では見知らぬ若い男性、女性に、老系、大ーへと呼びかける。そして年長者では、男性、女性に、オージー、オーカカと呼びかける。日本語にもこの用法があり、赤の他人を、お父さん、お母さんと呼ぶことがある。例えば、店員が、中年の男性客に、お父さん、さあ買ってくださいのように言う。フランス語、イタリア語、デンマーク語。 チェコ語などのヨーロッパの言語で他人である男性をこのように呼ぶことは普通ではなく、日本語で赤の他人をお父さんと呼ぶのが失礼になり得るのと同じく失礼にさえなるという。一族内で一番若い世代から見た名称で自分や他者を呼ぶことがあるのも各国語に見られる用法である。例えば父親が自分自身を指してお父さんと言ったり、 自分の母を子から見た名称でおばあちゃんと呼んだりする用法である。この用法は中国語、朝鮮語、モンゴル語、英語、フランス語、イタリア語、デンマーク語、チェコ語などを含め諸言語にある。日本語の語彙を羊から分類すれば大きく和語、漢語、外来語及びそれらが混ざった今種語に分けられる。このように羊によって分けた言葉の種類を 語種という。和語は、日本古来の山和言葉。漢語は、中国古来の漢字の音を用いた言葉。外来語は中国以外の他言語から取り入れた言葉で、ある。もっとも、和語とされる、梅、馬、神、絵などが、元来、中国語からの借用語であった可能性があるなど、語種の境界は時に曖昧である。和語は日本語の語彙の中核部分を占める。これ、それ、 今日、明日、私、あなた、行く、来る、良い、悪いなどの、いわゆる基礎語彙はほとんど和語である。また、手、に、を、花戸の助詞や助動詞の大部分など、文を組み立てるために必要な付属語も和語である。一方、抽象的な概念や、社会の発展に伴って新たに発生した概念を、表すためには、漢語や外来語が多く用いられる。 和語の名称がすでにある事物を、漢語や外来語で言い換えることもある。飯を、ご飯、ライス、宿やお、旅館、ホテルなどと称するのはその例である。このような語り草の異なる、同義語には、微妙な意味、ニュアンスの差異が生まれ、とりわけ和語には優しい、または、卑俗な印象、漢語には公的で重々しい印象、外来語には、新しい印象が含まれることが多い。 一般に和語の意味は広く、漢語の意味は狭いと言われる。例えば、沈むという一語の和語に、ん、せいなど、複数の漢語の造語成分が相当する。沈むの含む多様な意味は、沈む、沈む、せいむなどと漢字を用いて書き分けるようになり、その結果、これらの沈むが別々の語と意識されるまでになった。 二字以上の漢字が組み合わさった漢語のを表す意味は、とりわけ分析的である。例えば、弱という造語成分は、もろ、貧、難、薄などの成分と結合することにより、脆弱、貧弱、軟弱、薄弱のように分析的、説明的な単語を作る。漢語は、学問、世界、博士などのように、古く、中国から入ってきた語彙が大部分を占めるのは、 無論であるが、日本人が作った漢語も、古来多い。現代語としても、国立、改札、着席、挙式、即答、熱演など多くの和製漢語が用いられている。漢語は音読みで読まれることから、字音語と呼ばれる場合もある。外来語は、元の言語の意味のままで用いられるもの以外に、日本語に入ってから、独自の意味変化を遂げるものが少なくない。英語のクレームは、 当然の権利として要求するの意であるが、日本語のクレームは文句の意である。英語のランチは昼食の意であるが、日本の食堂でランチといえば料理の種類を指す。外来語を組み合わせてアイスキャンデー、サイドミラー、テーブルスピーチのように日本語独自の語が作られることがある。また、当該の語形が外国語にないパネラー。 プレゼンテーターなどの語形が作られることもある。これらを総称して和製用語、英語系の語を特に和製英語という。日本語の語彙は、語構成の面からは、単純語と複合語に分けることができる。単純語は、頭、顔、上、下、犬、猫のように、それ以上分けられないと意識される語である。複合語は、頭、数、か、おなじみ、上唇。 犬好きのように、いくつかの単純語が合わさってできていると意識される、語である。なお、熟語と総称される漢語は、本来漢字の字音を複合させたものであるが、鉛筆、世界など、日本語において、単純語と認識される語も多い。五種の節で触れた、今種語、すなわち、プロ野球、草野球、日本シリーズのように複数の語り草が合わさった語は、 五構成の面からはすべて複合語ということになる。日本語では、限りなく長い複合語を作ることが可能である。平成16年新潟県、中越地震非常災害対策本部、服部志郎先生定年体官記念論文集、編集委員会といった類も、一つの長い複合語である。国際協定の関税及び貿易に関する一般、協定は、英語では、 ゼネラルアグリーメントオンタリフストレードであり、一つの句であるが、日本の新聞では、関税貿易一般協定と複合語で表現することがある。これは、漢字の結合力によるところが大きく、中国語、朝鮮語などでも、同様の長い複合語を作る。なお、ヨーロッパ語を見ると、ロシア語では、ドイツ語では、ネイチャーファルベンフォトグラフィーなどの長い語の例を、比較的多く有し、 英語でも、アンティディスエスタブリッシュメンタリアニズムなどの語例が、稀にある。節字は、複合語を作るために威力を発揮する。例えば、感は、音感、語感、距離感、不安感など漢字二字三字からなる。複合語のみならず、透け感、懐かし感、シャキッと、感、きちんと感など動詞、形容詞、副詞との複合語を作り、さらには、 昔の名前で出ていますかのように文であったものに仮説して長い複合語を作ることもある。日本語の複合語は難しい語でも表記を見れば意味がわかる場合が多い。例えば、英語のオピバラスは生物学者にしかわからないのに対し、日本語の蜂食性は蜂を食べる性質であると推測できる。これは表記に漢字を用いる言語の特徴である。 現代の日本語は漢字、ひらがな、カタカナを用いて常用漢字、現代カナ遣いに基づいて表記されることが一般的である。アラビア数字やローマ字なども必要に応じて併用される。聖書法の必要性を解く主張やその反論がしばしば交わされてきた。ひらがな、カタカナは2017年9月現在では以下の46字ずつが使われる。 このうち、および、をつけて、濁音、半濁音を表すかなもある。用音は、小書きの、や、ゆ、よを添えて表し、即音は、小書きの、で表す。つは、ファのように、小書きの、あ、い、う、え、を添えて表す音もあり、補助符号として、超音を表すがある。歴史的かな遣いでは、蒸気のほか表音は同じでも、表記の違う、ひらがな、 い、え、及びカタカナ、い、えの字が存在し、その他にも変態が名がある。漢字は日常生活において必要とされる2136字の常用漢字と、この名付けに用いられる861字の人名用漢字が法で定められている。実際にはこれら以外にも一般に通用する漢字の数は多いとされ、日本産業企画は ジス X0208 として、約6300字を、電算処理可能な漢字として挙げている。なお、漢字の本家である中国においても、同様の基準は存在し、現代看護常用技表により、常用技として2500字、次常用技として1000字が定められている。これに加え、現代看護通用技表ではさらに3500字が、追加されている。 一般的な文章では、上記の漢字、ひらがな、カタカナを交えて記すほか、アラビア数字、ローマ字なども必要に応じて併用する。基本的には、漢語には漢字を、和語の内概念を表す部分には漢字を、形式的要素や副詞、接続詞の一部にはひらがなを、外来語にはカタカナを用いる場合が多い。公的な文書では特に表記法を規定している場合も、あり、 民間でもこれに習うことがある。ただし、厳密な聖書法はなく、表記の揺れは広く許容されている。文章の種類や目的によって、などの表記があり得る。多様な文字体系を交えて記す利点として、単語のまとまりが把握しやすく、速読性に優れるなどの点が指摘される。日本語の単純な音節構造に由来する、同音義語が、漢字によって区別され、 かつ字数も節約されるという利点もある。計算機科学者の村島貞幸は、日本語では、表意文字と表音文字の二重の文章表現ができるため、記憶したり、想起したりするのに、手がかりが多く、言語としての機能が高いと指摘している。一方で、中国文学者の高島敏夫は、漢字の表意性に過度に依存した日本語の文章は、 他の自然言語に類を見ないほどの同音異義語を用いざるを得なくなり、しばしば実用の上で支障をきたすことから、言語として、転倒していると評している。歴史上、漢字を廃止して、かな、または、ローマ字を国字化しようという主張もあったが、広く実行されることはなかった。今日では漢字、ひらがな、カタカナの混ぜ書きが、標準的表記の地位を得ている。 日本語の表記体系は、中央語を書き表すために発達したものであり、方言の音韻を表記するためには、必ずしも適していない。例えば、東北地方では、書きを、鍵、鍵を、形のように発音するが、この両語を、通常の仮名では書き分けられない。もっとも、方言は、書き言葉として用いられることが少ないため、実際上に不便をきたすことは少ない。 岩手県気仙方言について、山浦春次により、文法形式を踏まえた、聖書法が試みられているというような例もある。ただし、これは実用のためのものというよりは、学術的な試みの一つである。琉球語の表記体系もそれを順用している。例えば、琉花天下語の花は、伝統的な表記法では次のように記す。天下語の花やつま先に染めて、 親の寄せ事や肝に染めれ、この表記法では、例えば、ぐ、ごが、どちらも、ぐと発音されるように、かな表記と発音が1対1で対応しない場合が、多々ある。表音的に記せば、タイの牛ぬ花じゃ意味やにすみち、ヤぬゅが中じゃ意味うにすみりのようになるところである。漢字表記の面では、地域文字というべきものが、各地に存在する。例えば、名古屋市の地名。 入り中などに使われる入りは名古屋と関係ある地域の地域文字である。また、たおは、たお、たわ、などと読まれる告示で中国地方他で定着しているという。文は目的や場面などに応じて様々な異なった様式をとる。この様式のことを書き言葉では文体と称し、話し言葉では話したいと称する。日本語では とりわけ文末の助動詞、助詞などに、文体差が顕著に現れる。このことは、ですます体、でございます体、だたい、である体、ありにつ言葉、テよだは、言葉などの名称に、典型的に現れている。それぞれの文体、話し体の差は大きいが、日本語話者は、複数の文体、話し体を常に切り替えながら使用している。なお、文体の用語は、 書かれた文章だけではなく、談話についても適用されるため、以下では、文体に、話し体も含めて述べる。また、文語文、口語文などについては、文体詞の節に譲る。日本語の文体は、大きく普通体及び丁寧体の2種類に分かれる。日本語話者は日常生活で両文体を適宜、使い分ける。日本語学習者は、はじめに丁寧体を、 次に普通体を順次学習することが一般的である。普通体は相手を意識しないかのような文体であるため、独語体と称し、定寧体は相手を意識する文体であるため、対話体と称することもある。普通体と定寧体の違いは次のように現れる。普通体では、文末に、名詞、形容動詞副詞などが来る場合には、だまたは、であるをつけた形で結ぶ。 前者を、特に、打体、後者を特に、である体と呼ぶこともある。丁寧体では、文末に、名詞、形容動詞、副詞などが来る場合には、助動詞、デスをつけた形で結ぶ。動詞が来る場合には、マスをつけた形で結ぶ。ここから、丁寧体を、デスマス体と呼ぶこともある。丁寧の度合いをより強め、デスの代わりに、 でございますを用いた文体を、特に、でございます体と呼ぶこともある。丁寧体は、敬語の面から言えば丁寧語を用いた文体のことで、ある。なお、文末に形容詞が来る場合にも、ですで結ぶことはできるが、花が美しく咲いています。花が美しゅうございますなどと言い、ですを避けることがある。談話の文体は、話しての性別、年齢、職業、場面など、 位相の違いによって左右される部分が大きい。ご飯を食べてきましたという丁寧体は、話し手の属性によって、例えば、次のような変容がある。このように異なる言葉遣いのそれぞれを位相語と言い、それぞれの差を位操作という。物語作品やメディアにおいて、位相が極端にステレオタイプ化されて、現実と乖離したり、あるいは書き手などが、 仮想的な位相を意図的に作り出したりする場合がある。このような言葉遣いを役割ごと称することがある。例えば以下の文体は実際の性別、博士、霊場、地方出身者などの一般的な位相を反映したものではないものの、小説、漫画、アニメドラマなどで仮想的にそれらしい感じを与える文体として広く観察される。 これは、現代に始まったものではなく、近世や近代の文献にも役割語の例が認められる。日本語では、待遇表現が、文法的、語彙的な体系を形作っている。とりわけ、相手に敬意を示す言葉において顕著である。敬語は日本にしかないと言われることがあるが、日本と同様に敬語が、文法的、語彙的体系を形作っている言語としては、朝鮮語。 ジャワ語、ベトナム語、チベット語、ベンガル語、タミル語などがあり、尊敬、謙譲丁寧の区別もある。朝鮮語では例えば動詞は、敬語形の形を持つ。敬語体系はなくとも、敬意を示す表現自体は、様々な言語に広く観察される。相手を敬い、ものを丁寧に言うことは、発達した社会ならば、どこでも、必要とされる。 そうした言い方を習得することは、どの言語でも容易でない。近代地京介などによれば、現代日本語の敬語に特徴的なのは次の2点である。朝鮮語など、他の言語の敬語では、例えば自分の父親はいかなる状況でも敬意表現の対象であり、他人に彼のことを話す場合も、私のお父様は、という絶対的敬語を用いるが、日本語では、 自分の身内に対する敬意を他人に表現することは、はばかられ、私の父は、のように表現しなければならない。ただし皇室では、絶対敬語が存在し、皇太子は、自分の父親のことを、天皇陛下は、と表現する。どんな言語も、敬意を表す表現を持っているが、日本語や朝鮮語などは、それが、文法体系となっているため、表現、言語行動の、 あらゆる部分に、高度に組織立った体系が出来上がっている。そのため、敬意の種類や度合いに応じた表現の選択肢があらかじめ用意されており、常にそれらの中から適切な表現を選ばなくてはならない。以下、日本語の敬語体系及び敬意表現について述べる。日本語の敬語体系は、一般に大きく尊敬語、謙譲語、丁寧語に分類される。 文化審議会国語文化会は2007年2月に敬語の写真を投信し、これに定調語及び美化語を含めた語分類を示している。尊敬語尊敬語は動作の主体を高めることで主体への敬意を表す言い方である。動詞に、おになるをつけた形、また、助動詞、レルをつけた形などが用いられる。例えば、 動詞、取るの尊敬型として、お取りになる、取られるなどが用いられる。語によっては、特定の尊敬語が対応するものもある。例えば、言うの尊敬語は、おっしゃる、食べるの尊敬語は、召し上がる、行くくる、いるの尊敬語は、いらっしゃるである。謙譲語謙譲語は、古代から基本的に動作の客体への敬意を表す言い方であり、現代では、 動作の主体を低めると解釈する方が良い場合がある。動詞に、おする、多い足しますをつけた形などが用いられる。例えば、取るの謙譲型として、お取りするなどが用いられる。語によっては、特定の謙譲語が対応するものもある。例えば、言うの謙譲語は、申し上げる、食べるの謙譲語は、いただく、行くの謙譲語は、伺う、参上する、マイルである。なお、 夜も更けて参りましたの、参りなど、健常表現のようでありながら、誰かを低めているわけではない表現がある。これは、夜も更けてきたという話題を丁重に表現する、ことによって、聞き手への敬意を表すものである。宮地博士は、この表現に使われる語を、特に、丁重語と称している。丁重語には他に、いたし、申し、存じ、小生勝者、弊者などがある。 文化審議会の敬語の指針でも明日から海外へ参りますの参りのように相手とは関わりのない自分側の動作を表現する言い方を定重語としている。丁寧語丁寧語は文末を丁寧にすることで聞き手への敬意を表すものである。動詞、形容詞の終止型で終わる状態に対して名詞、形容動詞語感などにですをつけた形や動詞に マスをつけた形等の丁寧語を用いた文体を、形体という。一般に、目上の人には、丁寧語を用い、同等、目下の人には、丁寧語を用いないと言われる。しかし、実際の言語生活に照らして考えれば、これは事実ではない。母がこう叱るとき、お母さんはもう知りませんよと丁寧語を用いる場合も、ある。丁寧語が用いられる多くの場合は、敬意や、 シャイの表現とされるが、稀に一歩引いた心理的な距離を取ろうとする場合もある。お弁当、ご飯などの、お、ごも、広い意味では、丁寧語に含まれるが、宮地博士は特に、美化語と称して区別する。相手への丁寧の意を示すというよりは、話してが、自分の言葉遣いに配慮した表現である。従って、お弁当を食べようよ。のように、丁寧体でない文でも、 美化語を用いることがある。文化審議会の敬語の指針でも美化語を設けている。日本語で敬意を表現するためには文法、語彙の敬語要素を知っているだけではなお不十分であり、時や場合など主々の要素に配慮した適切な表現が必要である。これを敬意表現ということがある。例えば、課長もコーヒーをお飲みになりたいですかは尊敬表現。 お飲みになるを用いているが、敬意表現としては適切でない。日本語では、相手の意向を直接的に聞くことは失礼に当たるからである。コーヒーはいかがですかのように言うのが適切である。第22期国語審議会は、このような敬意表現の重要性を踏まえて、現代社会における敬意表現を投信した。遠曲表現の一部は、敬意表現としても用いられる。 例えば、相手に窓を開けて欲しい場合は、命令表現によらずに、窓を開けてくれるなどと問いかけ表現を用いる。あるいは、今日は暑いねとだけ言って、窓を開けて欲しい気持ちを願意することもある。日本人が、小取引で考えさせてもらいますという場合は拒絶の意味であると言われる。英語でも、thank you for inviting me とは誘いを断る表現である。 また、京都では、京都弁で、帰りがけの客にその気がないのに、ブブ付けでも上がっておいき、安と愛想を言うとされる。これらは、相手の気分を害さないように工夫した表現という、意味では、講義の敬意表現と呼ぶべきものであるが、その呼吸がわからない人との間に誤解を招く恐れも、ある。日本語には多様な方言が見られ、それらはいくつかの方言権にまとめることができる。 どのような方言権を想定するかは、区画するために用いる指標によって、少なからず異なる。1967年の総合理解可能性の調査より、関東地方出身者に最も理解しにくい方言は、富山県氷見方言、長野県基礎方言、鹿児島方言、岡山県真庭方言でした。この調査は、12から20秒の長さ。 135から244の音祖の老人の録音に基づいており、42名若者が聞いて翻訳した。受験者は関東地方で育った慶応大学の学生でした。日本語の方言区分の一例。大きな方言協会ほど太い線で示している。東条美さんは全国で話されている言葉を大きく東部方言、西部方言、 九州方言及び、琉球方言に分けている。またそれらは、北海道、東北、関東、八丈島、東海東山、北陸、近畿、中国、雲伯、四国、法日、七区、薩宮奄美群島、沖縄諸島、先島諸島に区画された。これらの分類は、今日でも、なお一般的に用いられる。なお、この内奄美、沖縄、 先島の言葉は、日本語の一方こととする立場と、独立言語として、琉球語とする立場とがある。また、近代地春彦は、近畿、四国を、主とする、内輪方言、関東、中部、中国、九州北部の一部を、主とする、中林方言、北海道、東北、九州の大部分を、主とする、外林方言、沖縄地方を、 主もとする南東方言に分類した。この分類は、アクセントやおみ文法の特徴が機内を中心に和を描くことに着目したものである。このほか幾人かの研究者により方こと区画案が示されている。一つの方言区画の内部も変化に富んでいる。例えば、奈良県は近畿方言の地域に属するが、戸塚川村や、 下北山村周辺ではその地域だけ東京式アクセントが使われ、さらに下北山村池原にはまた別体系のアクセントがあって東京式の地域に取り囲まれている。香川県関音寺市伊吹町では平安時代のアクセント体系が残存していると言われる。これらは特に顕著な特徴を示す例であるが、 どのような狭い地域にもその土地としての言葉の体系がある。したがってどの地点の言葉も等しく記録に値するものである。一般に方言差が話題になるときには文法の東西の差異が取り上げられることが多い。東部方言と西部方言との間にはおよそ次のような違いがある。否定時に東でない西でを用いる。官僚型には東で てるを、西で、とるを用いる。断定には、東で、だを、西で、じゃ、または、やを用いる。あわ行五段活用の動詞連用型は、東では、かったと即音便に、西では、こうたと、う音便になる。形容詞連用型は、東では、早くのように、非音便型を用いるが、西では、早うのように、う音便型を用いるなどである。 方言の東西対立の境界は、確然と弾けるものではなく、どの特徴を取り上げるかによって、少なからず変わってくる。しかし、おおむね、日本海側は、新潟県西端の糸井川市、太平洋側は、静岡県浜名湖が境界線とされることが多い。糸井川西方には、南小や淵があり、その南には、日本アルプスが連なって、東西の交通を妨げていたことが、 東西方言を形成した一因とみられる。日本語のアクセント分布日本語のアクセントは方言ごとの違いが大きい。日本語のアクセント体系はいくつかの種類に分けられるが、特に広範囲で話され、話者数も多いのは、東京式アクセントと京阪式アクセントの二つである。東京式アクセントは、下がり目の位置のみを弁別するが、京阪式アクセントは、下がり目の位置に加えて、 第一泊の工程を弁別する。一般には、アクセントの違いは日本語の東西の違いとして語られることが多いが、実際の分布は単純な東西対立ではなく、東京式アクセントは概ね北海道、東北地方北部、関東地方西部、甲信越地方、東海地方の大部分、中国地方、四国地方南西部、九州北東部に分布しており、 京阪式アクセントは、近畿地方、四国地方のそれぞれ大部分と北陸地方の一部に分布している。すなわち、近畿地方を中心とした地域に、京阪式アクセント地帯が広がり、その東西を、東京式アクセント地域が挟む形になっている。日本語の標準語、共通語のアクセントは、東京の山の手言葉のものを基盤にしているため、東京式アクセントである。 九州西南部や沖縄の一部には、型の種類が2種類になっている2型アクセントが分布し、宮崎県都の城市などには、型の種類が1種類になっている1型アクセントが分布する。また、岩手県雫石町や山梨県早川町、奈良田などのアクセントは、音の下がり目ではなく、上がり目を弁別する。これら U アクセントの方言に対し、東北地方南部から、 関東地方北東部にかけての地域や、九州の東京式アクセント地帯と新潟、アクセント地帯に挟まれた地域などには、和社にアクセントの近くがなく、どこを高くするという決まりがない無アクセントの地域がある。これらのアクセント大区分の中にも様々な編集があり、さらにそれぞれの体型の中間型や、別派なども存在する。花が、が東京で、帝皇帝、京都で、 皇帝、帝と発音されるように、単語のアクセントは地方によって異なる。ただし、それぞれの地方のアクセント体系は互いに全く無関係に成り立っているのではない。多くの場合において、規則的な対応が見られる。例えば、花が、山が、地がを東京ではいずれも、帝皇帝と発音するが、京都ではいずれも皇帝、帝と発音し、水が、鳥が、風が、は、 東京ではいずれも、低高校と発音するのに対して、京都ではいずれも、高高高と発音する。また、松が、空が、海が、は、東京ではいずれも、皇帝、帝と発音されるのに対し、京都ではいずれも、低低高と発音される。このように、ある地方で同じアクセントの型にまとめられる語群は、他の地方でも同じ型に属することが、一般的に観察される。 この事実は、日本の方言アクセントが、過去の同一のアクセント体系から分かれ出たことを意味する。服部ト郎はこれを、原始日本語のアクセントと称し、これが分岐したがいに、反対の方向に変化して、東京式と京阪式を生じたと考えた。現在有力な説は、陰性期の京阪式アクセントが日本語アクセントの、祖体系で、現在の初方ことアクセントのほとんどは、 これが順次変化を起こした結果生じたとするものである。一方で、地方の無アクセントと中央の軽半式アクセントの接触で初方言のアクセントが生じたとする説もある。発音の特徴によって、本土方言を大きく区分すると、表日本方言、裏日本方言、殺遇式方言に分けることができる。表日本方言は、共通語に近い音韻体系を持つ。 裏日本式の音韻体系は、東北地方を中心に、北海道沿岸部や新潟県越後北部、関東北東部と、飛んで、島根県出雲地方を中心とした地域に分布する。その特徴は、伊ダと右ダの母音に、中舌母音を用いることと、絵が狭く、意に近いことである。関東の内千葉県や埼玉県東部などと、越後中部、佐渡、富山県、 石川県の都の方言は、裏日本式と表日本式の中間である。また、殺遇式方言は、大量の母音脱落により、平音節を多く持っている点で多方ことと対立している。殺遇方言以外の九州の方言は、殺遇式と表日本式の中間である。音韻の面では、母音の、うを、東日本、北陸。 出雲付近では中舌田よりで非遠心母音の、または、で、西日本一般では、奥舌で遠心母音の、U で発音する。また、母音は、東日本や北陸、出雲付近、九州で無声化しやすく、東海、近畿、中国、四国では無声化しにくい。またこれとは別に、近畿、四国とそれ以外での対立がある。前者は、 京阪式アクセントの地域であるが、この地域では、アクセント以外にも、気を、木、目を、目のように一音節語を伸ばして二拍に発音し、また、赤い、いのような連母音の融合が起こらないという、共通点がある。また、西日本は母音を強く子音を弱く発音し、東日本や九州は子音を強く母音を弱く、発音する傾向がある。母音、死音母音の数は、 奈良時代及びそれ以前には、現在よりも多かったと考えられる。橋本新吉は、江戸時代の上大特殊仮名遣いの研究を再評価し、危機や、万葉集などの万葉仮名において、木、ひ、み、け、え、め、こ、そ、と、の、も、よ、ろの表記に2種類の仮名が存在することを指摘した。橋本は、これらの仮名の区別は、音韻上の区別に基づくもので、 特に母音の差によるものと考えた。橋本の説は、皇族の研究者らによって、母音の数が相上五つでなく、合計8を数えるものという八母音説と受け取られ、定説化した。八母音の区別は、平安時代にはなくなり、現在のように五母音になったと見られる。なお、上代日本語の語彙では、母音の出現の仕方が、 ウラル語族やアルタイ語族の母音調和の法則に類似しているとされる。波行の神話奈良時代以前には P であったと見られる。すなわち、花はパナのように発音された可能性がある。P は遅くとも平安時代初期には無声両唇摩擦音に変化していた。すなわち、花はアナとなっていた。中世末期にローマ字で 当時の日本語を記述したキリシタニ資料が多く残されているが、そこでは、波行の文字が、ファ、ファイ、フー、フェ、フェードアウトで転写されており、当時の波行は、ファ、フイ、フ、フェ、フォに近い発音であったことがわかる。中世末期から江戸時代にかけて、波行の神話から知へ移行した。ただし、フは、のままに、ヒは、ーになった。 現代でも引き続きこのように発音されている。平安時代以降、語中、語尾の、波行音が、和行音に変化する、波行転呼が起こった。例えば、かは、かひ、かふ、かえ、かほは、それまで、か、かい、かう、け、かうであったものが、かは、かうい、かう、かわえ、かうになった。母も、キリシタンニ資料では、ファウと記された例があるなど、他の語と同様に、 派行転庫が起こっていたことが知られる。このように、派行神は、五頭で、おおむね、P、H、五中で、P、W と、新音が衰退する方向で推移した。また、関西で、うを唇を丸めて発音するのに対し、関東では唇を丸めずに発音するが、これも、新音対価の例と捉えることができる。夜行の、絵の音が古代に存在したことは、 阿行の絵のナと別の文字で書き分けられていたことから明らかである。平安時代初期に成立したと見られる天地の詩には絵が二つ含まれており、阿行と野行の区別を示すものと考えられる。この区別は10世紀の頃にはなくなっていたと見られ、970年成立の口ずさみに収録される大ため汝の歌では阿行の絵しかない。この頃には阿行と 野行の、えの発音は共に、呪になっていた。和行は、和を除いて、あ行との合流が起きた。平安時代末頃には、いと、い、えと、え、おと、おが同一に返した。三が同音になったのは十一世紀末頃、一と二が同音になったのは十二世紀末頃と考えられている。藤原定下の下官の衆では、お、お、い、い、ひ、え、 へのかなの書き分けが問題になっている。当時の発音は、1は現在の愛、2は樹、3はおのようであった。3が現在のようにおになったのは江戸時代であったとみられる。18世紀の音玉玉淵集では、o、お、お、おと発音しないように解いている。2が現在のようにい、e、いになったのは荒井白石。 東宮尾総論の記述からすれば早くとも元禄、教法頃以降、歌曲映画賞の記述からすれば18世紀、中洋頃と見られる。画行の神話、語中、語尾では、いわゆる微濁音の、であった。微濁音は、近代に入って、急速に勢力を失い、五島と同じ破裂音の、または、摩擦音の、にとって変わられつつある。今日、微濁音を表記するときは、 家業の文字に半濁点を付して、神のように書くこともある。じ、じ、ず、ずの四つかなは、室町時代前期の京都ではそれぞれ、じ、じ、ず、じゅと発音されていたが、16世紀初め頃に、ち、じが公害化し、す、ずが破殺音化した結果、じ、ずの発音がそれぞれ、あい、ゆとなり、じ、ずの音に近づいた。 16世紀末のキリシタン資料ではそれぞれ、ジ、ギ、ズズズなど異なるローマ字で表されており、当時はまだ発音の区別があったことがわかるが、当時すでに混同が始まっていたことも記録されている。17世紀末頃には発音の区別は、京都ではほぼ消滅したと考えられている。セ、ゼは、ジージュで表記されており、現在の、シェゼにあたる、イー、 G であったこともわかっている。関東では、室町時代末にすでに、せ、ぜの発音であったが、これはやがて西日本にも広がり、19世紀中頃には、京都でも一般化した。現在は、東北や九州などの一部に E、G が残っている。音便現象、平安時代から発音を簡便にするために、単語の音を変える、音便現象が、 少しずつ見られるようになった。継手を、ついでとするなどの四瓶、詳しくすを、詳し、うすとするなどのう音瓶、立ち手を、立ってとするなどの即音瓶、飛び手を、飛んでとするなどの発音瓶が現れた。源氏物語にも、意味軸を、意味重とするなどの四音瓶が多く、また、少数ながら、苦しきを、苦しいとするなどの四瓶の例も見出される。鎌倉時代以降になると、 音便は、交語では盛んに用いられるようになった。中世には、刺してを、咲いて、挟み手を、強腕、及び手を、及び腕などのように、今の共通語にはない音便型も見られた。これらの形は、今日でも各地に残っている。連音上の現象鎌倉時代、室町時代には、連情の傾向が、盛んになった。発音、または、即音の次に来た、母音。 半母音が、な行音、ま行音、他行音に変わる現象で、例えば、銀乱は、銀、で銀ン,ンで、銀乱、接鎮は、せ、ンで、接鎮となる。女子、派と、前の部分とが連情を起こすと、人間は、人間な、今日は、今日日多となった。また、この時代には、中央の、王など、あう、英雄の音が合わして、長母音、になり、王体の、王など、王 うの音が、王になった。口をやや開ける前者を開音、口をすぼめる後者を合音と呼ぶ。また、いう、あい EU などの二重母音は、じゅ、じという駆度超音に変化した。会合の区別は、次第に乱れ、江戸時代には合一して、今日の、王になった。京都では、一般の話し言葉では17世紀に開け合いの、区別は失われた。 しかし方言によっては、今も開け合いの区別が残っているものもある。外来の音韻漢看護が日本で用いられるようになると、古来の日本になかった合用音、クワグワ、クイグイ、クエグエの音が発音されるようになった。これらは、クワ、ウィーなどという発音であり、キクワイ、ホングアン、ヘングエのように用いられた。当初は外来音の意識が強かったが、平安時代以降は、 普段の日本語に用いられるようになったと見られる。ただし、食い食い、食え食えの寿命は短く、13世紀には、木ギ、毛毛に統合された。クワ、グアは、中世を通じて使われていたが、室町時代には、すでに、加賀との間で混同が始まっていた。江戸時代には、混同が進んでいき、江戸では18世紀中頃には、直音の、加賀が一般化した。 ただし一部の方言には今も残っている。漢語は平安時代頃までは言語である中国語に近く発音され日本語の音韻体系とは別個のものと意識されていた。日照音尾の K、T、P、美音音尾の M、N なども原音にかなり忠実に発音されていたとみられる。鎌倉時代には漢字音の日本語化が進行し、 はうに統合され、インビの M と N の混同も13世紀に一般化し、発音のに統合された。日照インビの K は開け音節化してき、くと発音されるようになり、P も U を経て、うで発音されるようになった。T は開け音節化した、ち、つの形も現れたが、シー終わりの T の形も17世紀末まで並存して使われていた。 室町時代末期のキリシタン資料には、バットメとバットなどの語形が記録されている。江戸時代に入ると開け音節の形が完全に、一般化した。近代以降には、外国語の音の影響で新しい音が使われ始めた。比較的一般化した、シェチェツツセツオティファフィ、フェフォジェディデュなどの音に加え、場合によっては、イエウイウェオクワクウィクエクオチトグアドゥテュフュなどの音も使われる。 これらは、死音、母音のそれぞれをとってみれば、従来の日本語にあったものである。バビブベボビューのように、これまでなかった音は、書き言葉では書き分けても、実際に発音されることは少ない。活用の変化同士の活用種類は、平安時代には9種類であった。すなわち、4段、上1段、上2段、下1段、下2段、下,段下辺左辺、那辺ら辺に分かれていた。 これが時代と共に統合され、江戸時代には5種類に減った。上2段は上1段に、下2段は下1段にそれぞれ統合され、真辺ら辺は4段に統合された。これらの変化は古代から中世にかけて個別的に起こった例もあるが、顕著になったのは江戸時代に入ってからのことである。ただし、那辺は近代に入ってもなお使用されることがあった。 このうち、最も規模の大きな変化は二段活用の一段化である。二段一段の統合は、室町時代末期の京阪地方では、まだ稀であった。それでも、江戸時代前期には、京阪でも見られるようになり、後期には一般化した。すなわち、今日の、起きるは、平安時代には、き、き、く、くる、くれ、よのように、き、くの二段に活用したが、江戸時代には、 木、き切る、切る、切れ、清のように、木の一段だけで活用するようになった。また、今日の、明けるは、平安時代には、け区の二段に活用したが、江戸時代には、けの一段だけで活用するようになった。しかも、この変化の過程では、終始、連帯形の合一が起こっているため、鎌倉、室町時代頃には、前後の時代とは異なった、活用の仕方になっている。 次に、時代ごとの活用を対象した表を掲げる。形容詞は、平安時代には、く、く、し、き、けれのように活用した、く活用と、しく、しく、し、しき、しけれのしく活用が存在した。この区別は、終止連体形の合一とともに消滅し、形容詞の活用種類は一つになった。表では、文法用語の上で、 4段活用が5段活用と称され、以前型が家庭型と称されるようになったものの、活用の種類及び活用型は基本的に江戸時代と同様である。係り結びと、その崩壊かつての日本語には、係り結びと称される文法規則があった。文中の特定の語、ぞ、なや、か、こそなどの係り助詞で受け、かつまた、文末を連体形。 または依然型で結ぶものである。かかり結びをどう用いるかによって、文全体の意味に明確な違いが出た。例えば、山里は、冬、寂しさ勝りけりという文において、冬という語を、ぞで受けると、山里は冬ぞ、寂しさ勝りけるという形になり、山里で、寂しさが増すのは、他でもない冬だと告知する文になる。また仮に、山里を、ぞで受けると、 山里ぞ冬は、寂しさまさりけるという形になり、冬に、寂しさが増すのは、他でもない山里だと告知する文になる。ところが、中世には、ぞ、こそなどの係かり女子は、次第に形式化の度合いを強め、単に上の語を強調する意味しか持たなくなった。そうなると、かかり女子を使っても、文末を、連体形、または依然型で結ばない例も見られるようになる。 また、逆に、係り助詞を使わないのに、文末が、連帯型で結ばれる例も多くなってくる。こうして、係り結びは、次第に崩壊していった。今日の口語文には、規則的な係り結びは存在しない。ただし、貧乏でこそあれ、彼は、辛抱強い、進む道こそ違え、考え方は、同じのような形で、化石的に残っている。終始。 連帯形の合一活用後のうち、四段活用以外の動詞、形容詞、形容動詞及び多くの助動詞は、平安時代には、終始型と連帯型とが異なる形態をとっていた。例えば、動詞は対面す、と対面するのようであった。ところが、係り結びの形式化とともに、上に係り助詞がないのに文末を連帯形止めにする例が多く見られるようになった。 例えば、源氏物語には、少し立ち入れつつ見渡したまえば、高きところにて、ここかしこ、相棒どもあらわに見下ろされる。源氏物語は赤紫巻などの言い方があるが、本来ならば、見下ろさるの形で終始すべきものである。このような例は、中世には一般化した。その結果、動詞、形容詞及び助動詞は、形態上、 連帯型と修士型との区別がなくなった。形容同士は修士形、連帯形活用語尾がともに、なるになり、さらに語形変化を起こして、なとなった。例えば、新郎なりは修士形、連帯形とも新郎なとなった。もっとも、修士型には、むしろ似てあるから来た、じゃが用いられることが普通であった。したがって、修士型は新郎じゃ。 連帯型は、新郎名のようになった。じゃ、は、主として、神型で用いられ、東国では、だが用いられた。今日の共通語も、東国語の系統を引いており、終止形語尾は、だ、連帯形語尾は、なとなっている。このことは、要言の活用に、連帯形終止形の両形を区別すべき根拠の一つとなっている。文語の終士型が、 化石的に残っている場合もある。文語の助動詞、たり、なりの修士型は、今日でも、平律助詞として残り、行ったり来たり、大なり小なりといった形で使われている。可能同士強、漢字が書ける、酒が飲めるなどと用いる、いわゆる可能同士は、室町時代には発生していた。この時期には、読むから、読むるが、持つから、持つるが作られるなど、 四段活用の動詞を元にして、可能を表すした二段活用の動詞が作られ始めた。これらの動詞は、やがて一段化して、読める、持てるのような語形で用いられるようになった。これらの可能動詞は、江戸時代前期の髪型でも用いられ、後期の江戸では普通に使われるようになった。従来の日本語にも、抜く時に対して、抜くる、字のように、四段動詞の、抜くと、 下二段同士の、抜くとが対応する例は多く存在した。この場合、後者は、自然にそうなるという自然性規を表した。そこから類推した結果、文字を読むに対して、文字が読むるなどの可能同士が出来上がったものと、考えられる。近代以降、とりわけ大正時代以降には、この語法を四段同士のみならず一段同士にも、 及ぼす、いわゆる、らぬき言葉が広がり始めた。見られるを、見れる、食べられるを、食べれる、来られるを、来れる、いられるを、入れるという類である。この語法は、地方によっては早く一般化し、第二次世界大戦後には、全国的に顕著になっている。受け身表現受け身の表現において、人物以外が、 主語になる例は近代以前には乏しい。もともと日本語の受け身表現は自分の意思ではどうにもならない自然世紀の用法の一種であった。したがって物が受け身表現の主語になることはほとんどなかった。枕の創始の憎き物にすずりに髪の入りてすられたる。枕の創始とある例などは 受け身表現と解することもできるが、むしろ自然の状態を観察して述べたものというべき、ものである。一方、この橋は、多くの人々によって作られた、源氏物語は紫式部によって書かれたのような、言い方は、古くは存在しなかったと見られる。これらの受け身は、状態を表すものではなく、事物が人から働きかけを受けたことを表すものである。この橋は、 多くの人々によって作られた式の受け身は、英語などのオーブン脈を取り入れる中で広く、用いられるようになったとみられる。明治時代には、タミコの墓の周囲には野菊が一面に植えられた。伊藤幸夫、野菊の墓1906年のようなオーブン風の受け身が用いられている。漢字の使用漢字が日本語の中に入り始めたのは、かなり古く。 文献の時代に遡ると考えられる。共和語と扱われる、梅、馬なども、もともとは、漢語からの借用語であった可能性もあるが、上古漢字の場合、馬と梅の発音は違う。異民族が中国をよく支配してから、漢語の発音は変わっていた。中国の文物、思想の流入や、仏教の普及などにつれて、漢語は徐々に、一般の日本語に取り入れられていった。 鎌倉時代最末期の、つれずれ草では、漢語及び、今虫語は、異なり語数で全体の31%を占めるに、至っている。ただし、延べ語数では13%に過ぎず、語彙の大多数は、和語が占める。幕末の和英時点、和英語林修正の見出し語でも、漢語はなお25%ほどに止まっている。漢字がよく使われるようになったのは、幕末から、 明治時代にかけてである。伝信、鉄道、政党、主義、哲学その他、西洋の文物を漢語により翻訳した。幕末の都費新聞の記事によれば、京都祇園の芸者も、漢語を好み、林ン二本池の金魚が出すし、火鉢が陰順しているなどと言っていたという。漢字は、今もよく使っている。雑誌調査では、述べ五数。 異なり語数ともに和語を上回り、全体の半数近くに及ぶまでになっている。外来語の使用漢字を除き、多言語の語彙を借用することは、古代にはそれほど多くなかった。このうち、盆語の語彙は、多く、漢語に取り入れられた後に、仏教と共に、日本に伝えられた。シャバ、旦那、マンダラなどがその例である。また、今日では、和語と扱われる。 仏、瓦なども、ボンゴ由来であるとされる。西洋語が輸入され始めたのは、中世に、キリシタン宣教師が来日した時期以降である。室町時代には、ポルトガル語から、カステラ、コンペイトーサラサ、ジュバン、タバコ、バテレン、ビロードなどの語が取り入れられた。メリアスなど一部スペイン語も用いられた。江戸時代にも、カッパ、カルタ、チョッキ、パン。 ボタンなどのポルトガル語、エニシュダなどのスペイン語が用いられるようになった。また、江戸時代には、乱学などの交流とともに、アルコール、エレキ、ガラス、コーヒー、ソーダ、ドンタクなどのオランダ語が伝えられた。幕末から、明治時代以後には、英語を中心とする、外来語が急増した。ステンション、テレガラフなど、 今日では普通使われない語で、当時一般に使われていたものもあった。坪内商用、当世初生疫室には、初生のセリフの中に、我輩の時計では、まだ十分くらいあるから、生て生きよったら、大丈夫じゃらう、思うにまたかしとは、とんじで7、7イコール七や、得ってしたか、売り下にそういないなどという英語が多く出てくる。 このような語のうち、日本語として定着した語も多い。第二次世界大戦が激しくなるにつれて、外来語を禁止、または自粛する風潮も起こったが、戦後は、アメリカ発の外来語が、爆発的に多くなった。現在では、報道、交通機関、通信技術の発達により、新しい外来語が瞬時に広まる状況が生まれている。雑誌調査では、異なり語数で、 外来語が30%を超えるという結果が出ており、現代語彙の中で書くことのできない存在となっている。語彙の増加と、品詞源氏物語漢語が日本語に取り入れられた結果、名詞、左辺動詞、形容動詞の語彙が特に増大することになった。漢語は活用しない語であり、本質的には、体言として取り入れられたが、すをつければ、左辺動詞、なりをつければ、 形容動詞として用いることができた。漢語により厳密な概念を簡潔に表現することが可能になった。一般に和語は一語が広い意味で使われる。例えば、取るという動詞は、資格を取る、栄養を取る、血液を取る、新人を取る、映画を取るのように用いられる。ところが、漢語を用いて、取得する、摂取する、採取する、採,取する採用する、 撮影するなどと様々な左辺同士で区別して表現することができるようになった。また、日本語の清いという形容詞は意味が広いが、漢語を用いて清潔だ、正常だ、成長だ、整列だ、清純だなどの形容同士によって厳密に表現することができるようになった。外来語は漢語ほど高い造語力を持たないものの、漢語と同様に特に名詞、 左辺動詞形容動詞の部分で日本語の語彙を豊富にした。ンキ、バケツ、テーブルなど名詞として用いられるほか、するをつけて、スケッチする、サービスするなどの左辺動詞として、また、だをつけて、ロマンチックだ、センチメンタルだなどの形容動詞として用いられるようになった。看護、外来語の増加によって、形容詞と形容動詞の勢力が逆転した。元来、 和語には、形容詞、形容動詞ともに少なかったが、数の上では、形容詞が、形容表現の中心であり、形容動詞がそれを補う形であった。万葉集では、名詞59.7%、動詞31.5%、形容詞3.3%、形容動詞0.5%であり、源氏物語でも名詞42.5%、 動詞44.6%、形容詞5.3%、形容動詞5.1%であった。ところが、漢語外来語を互換とした、形容動詞が全増したため、現代語では、形容動詞が、形容詞を上回るに至っている。ただし、一方で、漢語外来語に由来する名詞、左辺動詞なども増えているため、語彙全体から見れば、なお形容詞、 形容同士の割合は少ない。形容詞の造語力は今日ではほとんど失われており、近代以降のみ、隠れのある、新しい形容詞は、甘酸っぱい、黄色い、四角い、粘っこいなど、わずかに過ぎない。一方、形容同士は、今日に至るまで高い造語力を保っている。特に、科学的だ、人間的だなど、設備語、的をつけた語の大多数や、エレガントだ。 クリーンだなど、外来語に由来するものは、近代以降の新語である。しかも、新しい形容同士の多くは、漢語外来語を語感とするものである。現代雑誌の調査によれば、形容同士で、語り草の、はっきりしているもののうち、和語は2割ほどであり、漢語は3割強、外来語は4割強という状況である。カナの誕生元来、日本に文字と呼べるものはなく、 言葉を表記するためには、中国都来の漢字を用いた。漢字の記された異物の例としては、一世紀のものと、される、福岡市出土の、官位や厚国王印などもあるが、本格的に使用されたのはより後年と見られる。古事記によれば、王神天皇の時代に、くだらの学者はニが、論語十巻、千字門一巻を携えて来日したとある。 十日山古墳出土の鉄拳名には、有力天皇と目される人名を含む漢字が刻まれている。墨田八幡神社教名は循環文で記されている。このような資料から、大和政権の勢力慎長とともに、漢字使用域も拡大されたことが推測される。六世紀から七世紀になると、儒教、仏教、道教などについて、 漢文を読む必要が出てきた試し記事層が広がった。漢字で和歌などの山和言葉を記す際、波と波流能の,のように、日本語の一音一音を、漢字の音を借りて映すことがあった。この表記方式を用いた資料の代表が、万葉集であるため、この表記のことを、万葉仮名という。旧世紀には、万葉仮名の字体をより崩した、総仮名が生まれ、さらに、 総柄をより崩したひらがなの誕生を見るに至った。これによって、初めて、日本語を自由に記すことが可能になった。ひらがなを自在に操った、王朝文学は、10世紀初頭の、古今和歌集などに始まり、11世紀の、源氏物語などの物語作品文で頂点を迎えた。僧侶や学者らが漢文を訓読する際には、漢字の隅に点を打ち、 その位置によって、手、に、を、はなどの助詞その他を表すことがあった。しかし、次第に万葉仮名を添えて助詞などを示すことが一般化した。やがて、それらは自覚の省かれた簡略なカタカナになった。ひらがなも、カタカナも、発生当初から一つの音下に対して複数の文字が使われていた。例えば、ヘクタールにあたるひらがなとしては、波、み、 鉢などを次元とするものがあった。1900年に小学校令施行規則が出され、小学校で教えるかなは一時一音に整理された。これ以降使われなくなったかなを、今日では変態仮名と呼んでいる。変態仮名は、現在でも料理屋の七度に使われることがある。カナ使い問題の発生平安時代までは、発音とカナはほぼ一致していた。その後、 発音の変化に伴って、発音と仮名とが1対1の対応をしなくなった。例えば、花の葉と母の葉,の,葉の発音は、平安時代初期にはいずれも、ファであったと見られるが、平安時代に起こった、破行転庫により、母など、ご中語尾の葉は、和と発音するようになった。ところが、和と読む文字には別に、和もあるため、川という発音を表記するとき、川、 母のいずれにすべきか、判断の基準が不明になってしまった。ここに、金をどう使うかという金遣いの問題が発生した。その時々の知識人は、金遣いについての規範を示すこともあったが、必ずしも、古い金遣いに忠実なものばかりではなかった。また、従う者も、歌人、国学者など、ある種のグループに限られていた。 万人に用いられる金遣い規範は、明治に、学校教育が始まるまで待たなければならなかった。漢字、金遣いの改定漢字の字数、字体及び金遣いについては、近代以降、たびたび改定が議論され、また実施に移されてきた。金遣いについては、早く、小学校令思行規則において用、人形を、人気用とするなど、漢字音を発音通りにする、いわゆる、 防き金遣いが採用されたことがあった。1904年から使用の尋常小学特本はこの防き金遣いに従った。しかし、これは評判が悪く規則の改正とともに、次期1910年の教科書から元の金遣いに戻った。第二次世界大戦後の1946年には、東洋漢字表、現代金遣いが内閣告示された。 これに伴い一部の漢字の字体に略字体が採用され、それまでの歴史的かな遣いによる学校教育は廃止された。1946年及び1950年の米教育施設団報告書では、国字のローマ字化について韓国及び示唆が行われ、国語審議会でも議論されたが、実現しなかった。1948年には、 GHQ の民間情報教育局の指示による読み書き能力調査が行われた。漢字が日本人の識字率を抑えているとの考え方に基づく調査であったが、その結果は調査者の予想に反して日本人の識字率は高水準であったことが判明した。1981年には東洋漢字表、現代金遣いの制限職を薄めた。 常用漢字表を呼び、改定、現代金遣いが内閣告示された。また、送り仮名に関しては、数字にわたる議論を経て、1973年に送り仮名の付け方が内閣告示され、今日に至っている。戦後の国語政策は、必ずしも定見に支えられていたとは言えず、今に至るまで議論が続いている。和漢根古文の誕生平安時代までは、 朝廷で用いる、公の書き言葉は漢文であった。これは、ベトナム、朝鮮半島などと同様である。当初漢文は、中国語音で読まれたと見られるが、日本語と中国語の音韻体系は、相違が大きいため、この方法はやがて廃れ、日本語の文法、語彙を当てはめて訓読されるようになった。いわば、漢文を日本語に直訳しながら読むものであった。 漢文訓読の習慣に伴い、漢文に日本語特有の、賜物ものや、座のような語句を混ぜたり、一部を日本語の語順で記したり、した、和歌漢文と言うべきものが生じた。さらには、王刀身刀の中身のように、の、身といった助詞などを小書きにして添える文体が現れた。この文体は糊と、鮮明などに見られるため、鮮明書きと呼ばれる。漢文の読み添えには、 カタカナが用いられるようになり、やがてこれが本文中に進出して、漢文訓読体をとにした、漢字カタカナ混じり文を形成した。最古の例は、東大寺富士文庫とされる。漢字カタカナ混じり文では、漢語が多用されるばかりでなく、言い回しも、人だこう、くして、何ぞことはざるのように、漢文訓読に用いられるものが多いことが特徴である。一方、 平安時代の宮廷文学の文体は、基本的に和語を用いるものであって、漢語は少ない。また、漢文訓読に使う言い回しもあまりない。例えば、漢文訓読風の、人だこう、くして、何ぞことはざるは、和文では、糸図ろう、などかのたまわぬとなる。和文は、表記法から見れば、ひらがなにところどころ漢字の混じる、ひらがな漢字混じり文である。 春は明けぼの。よう白くなりゆき山木は少し明かりて、で始まる。枕の創始の文体は、典型例の一つである。両者の文体は、やがて合わさり、平家物語に見られるような慌かん根光文が、完成した。今日暮れ骨に滅びて、姑舟粗大の露景局に移り、防身すでに衰えて、汎用宮の煙を隠し剣も、隠やと覚えて哀れなり。 平家物語聖主林公ここでは、今日くれ、結局といった漢語、すでに、といった、漢文訓読の言い回しがある一方、各夜と覚えて哀れなりといった和文の語彙、言い回しも使われている。今日、最も普通に用いられる文章は、和語と漢語を適度に交えた一種の和漢根孔文で、ある。先日、友人と同道して、郊外を散策したというような漢語の多い文章と、 この間、友達と連れ立って、街外れをブラブラ歩いたというような和語の多い文章と適宜混ぜ合わせ、あるいは使い分けながら文章を綴っている。文語文と口語文話し言葉は時代とともに極めて大きな変化を遂げるが、それに比べて書き言葉は変化の度合いが少ない。そのため、何百年という間には話し言葉と書き言葉の差が生まれる。 日本語の書き言葉がひとまず成熟したのは平安時代中期であり、その頃は書き言葉話し言葉の差は大きくなかったと考えられる。しかしながら中世のキリシタン史料のうち語り口調で書かれているものを見ると書き言葉と話し言葉とにはすでに大きな開きが生まれていたことが伺える。江戸時代のシャレ本、国慶本の類では会話部分は 当時の話し言葉が強く反映され、地の部分の書き言葉では古来の文法に従おうとした文体が用いられている。両者の違いは明らかである。明治時代の書き言葉は依然として古典文法に従おうとしていたが、単語には日常語を用いた文章も現れた。こうした書き言葉は一般に普通文と称された。普通文は以下のように 小学校の特本でも用いられた。我が国の人は、手を、洋風工業に、巧みなれば、その製作品の成功なること。他に、比べべき国、少子。国定特本第一期1904普通文は、厳密には、古典文法そのままではなく、新しい言い方も多く混じっていた。例えば、解釈せらると言うべきところを、解釈さる、修学せしむる義務を、 修学セシムルの義務などということがあった。そこで、文部省は、新しい語法のうち一部寛容の久しいものを認め、文法上許容すべき事項16条を告示した。一方、明治20年代頃から、双葉亭氏名、山田微妙ら文学者を中心に、書き言葉を話し言葉に近づけようとする努力が、重ねられた。双葉亭は、だたい微妙は、 ですたい、尾崎紅葉は、である、たいと言われる文章をそれぞれ試みた。このような試みが広まる中で、新聞、雑誌の記事なども話し言葉に近い文体が多くなっていく。古来の伝統的文法に従った文章を文語文、話し言葉を反映した文章を口語文という。第二次世界大戦後は、法律文などの公文書も、もっぱら交語文で書かれるようになり、 文語文は日常生活の場から遠のいた。近代以前日本語は文献時代に入った時にはすでに方言差があった。万葉集の巻14、あずまや巻20、さきもりには当時の東国方言による歌が記録されている。820年頃成立の東大寺富士文以には、この東国方言、盲人方言、飛騨方言、 東国方言という記述が見え、これが国内文献で用いられた方言という語の再古例とされる。平安初期の中央の人々の方言観が伺える貴重な記録である。平安時代から鎌倉時代にかけては中央の文化的影響力が圧倒的であったため、方言に関する記述は断片的なものにとどまったが、室町時代、とりわけ戦国時代には、 中央の支配力が弱まり地方の力が強まった。結果、地方文献に方言を反映したものが、しばしば現れるようになった。道文小物と呼ばれる、東国系の文献が有名であるが、古文書類にも、しばしば方言が登場するようになる。安土桃山時代から、江戸時代局所期にかけては、ポルトガル人の宣教師が、数多くのキリり下に資料を残しているが、 その中に各地の方言を記録したものがある。京都の言葉を中心に据えながらも九州方言を多数再録した日暮辞書や筑前や備前など各地の方言の言語的特徴を記したロドリゲス日本大文典はその代表である。この時期には琉球方言の資料も登場する。最古期に属するものとしては中国資料の 琉球館訳語があり、琉球の言葉を音訳表記によって多数記録している。また、1609年の島津信仰事件で琉球王国を支配下に置いた薩摩藩も記録類に琉球の言葉を断片的に記録しているが、五史の資料として見た場合、琉球諸島に伝わる古代歌謡、海を集めたおもろさ牛が、質、量ともに他を圧倒している。 奈良時代以来、江戸幕府が成立するまで、近畿方言が、中央語の地位にあった。朝廷から、徳川家へ、聖大将軍の宣言がなされて以降、江戸文化が開花するとともに、江戸語の地位が高まり、明治時代には、東京語が日本語の標準語とみなされるようになった。近代以降、明治政府の成立後は、政治的、社会的に全国的な統一を図るため、 また、近代国家として外国に対するため、言葉の統一、標準化が求められるようになった。学校教育では、東京の中流社会の言葉が採用され、放送でも、同様の言葉が、共通用語とされた。こうして、標準語の規範意識が確立していくにつれ、方言を強制しようとする動きが広がった。教育家の伊沢修司は、教員向けに書物を表して、 東北方言の強制法を説いた。地方の学校では方言を話した者に首から方言札を下げさせるなどの罰則も行われた。軍隊では命令伝達に支障を来さないよう初等教育の段階で共通語の使用が指導された。一方、戦後になると各地の方言が失われつつあることが危惧されるようになった。 NHK 放送文化研究所は、各地の純粋な方言は80歳以上の老人の間でのつ使われているに過ぎないとして、1953年から5年計画で、全国の方言の録音を行った。この録音調査には、柳田国夫、東条三章、岩渕悦太郎、近大地春彦など言語学者らが指導に当たった。また、経済成長とともに、 地方から都市への人口流入が始まると、標準語と方言の圧力が顕在化した。1950年代後半から地方出身者が自分の言葉を現れたことによる自殺、事件が相次いだ。このような情勢を受けて方言の強制教育もなお続けられた。鎌倉市立腰越,越小学校では1960年代に ねさよ運動と称して、語尾に、ね、さ、よなど、関東方言特有の語尾をつけないようにしようとする運動が始められた。同種の運動は全国に広がった。高度成長後になると、方言に対する意識に変化が見られるようになった。1980年代初めのアンケート調査では、方言を残しておきたいと回答するものが90%以上に達する結果が出ている。 方言の共通語化が進むとともに、いわゆる方言コンプレックスが解消に向かい、方言を大切にしようという機運が盛り上がった。1990年代以降は、若者が言葉遊びの感覚で方言を使うことに注目が集まるようになった。1995年には、ラップ、DA, よう、NE の関西版、SO や7度の方言歌歌が話題を呼び、 報道記事にも取り上げられた。首都圏出身の都内大学生を対象とした調査では、東京の若者の間にも関西方言が浸透していることが観察されるという。2005年頃には、東京の女子高生たちの間でも、デラかわいいいい、行くべ、などと各地の方言を会話に織り混ぜて使うことが流行し始め、女子高生のための方言参考書の類いも現れた。 蝶面白いなど蝶の信用法ももともと静岡県で発生して東京に入ったとされるが若者言葉や新語の発信地が東京に限らない状況になっている方言学の世界ではかつては標準語の確率に資するための研究が盛んであったが今日の方言研究は必ずしもそのような視点のみによって行われてはいない中央語の固形が 方言に残ることは多く、方言研究が中央語の指摘研究に資することは言うまでもない。しかし、それにとどまらず、個々の方言の研究は、それ自体、独立した学問と捉えることができる。山浦春次の気仙語研究に見られるように、研究者が自らの方言に誇りを持ち、日本語とは別個の言語として研究するという立場も生まれている。 日本人自身が日本語に関心を寄せてきた歴史は長く古事記、万葉集の記述にも語源、幼児法、助児などについての関心が垣間見られる。古来、様々な分野の人々によって日本語研究が行われてきたが、とりわけ、江戸時代に入ってからは、秘伝にこだわらない自由な楽風が起こり、客観的、実証的な研究が深められた。近代に、 西洋の言語学が輸入される以前に、日本語の基本的な性質は、ほぼ明らかになっていたと言っても、過言ではない。以下では、江戸時代以前、以後に分けて外説し、さらに近代について付説する。江戸時代以前、江戸時代以前の日本語研究の流れは、大きく分けて三分野あった。中国語学者による研究、疾端学者による研究、科学者による研究である。 中国語との接触、すなわち、漢字の音節構造について学習することにより、日本語の相対的な特徴が意識されるようになった。古事記には、おのゴろ島マジオイカヨモトのような音中がしばしばつけられているが、これは漢字を仮字として用い、中国語で表せない、日本語の固有語一音節ずつ漢字で表記したものである。こうした表記法を通じて、 日本語の音節構造が自覚されるようになったと考えられる。また、漢文の訓読により、中国語にない女助動詞の要素が意識されるようになり、漢文を読み下す際に必要な手、に、を、花どの要素は、当初は点を漢字に添えることで表現していたのが、後に仮字、さらにカタカナが用いられるようになった。これらの要素は、 テニオ派の名で一括され、後に一つの研究分野となった。日本語の一音一音を仮字で記すようになった。当初は、音韻組織全体に対する意識は、まだ弱かったが、後にあらゆる棚を一回ずつ集めて呪文にしたものが、成立している。平安時代初期に、天地の詩が、平安時代中期には、いろは歌が現れた。これらは、 本来漢字音のアクセント習得のために使われたと見られるが、後にイロハウ歌は文脈があって内容を覚えやすいことから、色葉ざる一章などものの順番を示すイロハ順として用いられ、またカナの手本としても人々の間に一般化している。一方、疾端学の研究により、ボンゴに整然とした音韻組織が存在することが知られるようになった。 平安時代末期に成立したとみられる、五十音図は、あ、か、さ、た、な、の行の並び方が、本語の出端章の順に告示しており、出端学を通じて日本語の音韻組織の研究が進んだことを伺わせる。もっとも、五十音図作成の目的は、一方では、中国音韻学の反説を理解するためでもあった。当初、その配列はかなり自由であった。 最古の五十音図は、平安時代末期の失版学者、名里氏の、反、音作法に見られる。民格はまた、失版要決において、梵語の発音を説明するために日本語の例を多く、引用し、日本語の音韻組織への関心を見せている。科学は、平安時代以降、大いに交流した。和歌の実作及び批評のための学問であったが、正当な語彙。 語法を使用することへの要求から、日本語の古語に関する研究や、手にお派の研究、さらに金遣いへの研究につながった。このうち、古語の研究では、語と語の関係を音韻論的に説明することが、試みられた。例えば、憲章の、集中章では、七夕つ女の語源は、七夕妻だとして、間と、目とは、同じ語になるゆえなりと説明している。このように、 語院小通や動に小通などの説明が多用されるようになった。テニオ派の本格的研究は、鎌倉時代末期から室町時代初期に成立した手シカ派対外称という短い文章によって短所が付けられた。この文章では、名詞、動詞などの自立語が自社であるとすれば、テニオ派は、その荘厳さに相当するものだと規定した上で、係り詞、ぞ。 こそとその結びの関係を論じるなど、手によ派について、ごく概略的に述べている。また、室町時代には、姉が工事式が表され、係女子、ぞ、こそ、や、かのほか修女子、かななどの、手によ派の用法をより詳細に論じている。金使遣いについては、鎌倉時代の初め頃に、藤原定家がこれを問題とし、定家は、その著作、下官の衆において、 金ないの基準を、前代の平安時代末期の総種類の金表記に、求め、規範を示そうとした。ところが、音、音の区別については、平安時代末期には、すでにいずれも、音の音となり、発音上の区別がなくなっていたことにより、相当な表記の揺れがあり、各女子の、を除き前例による基準を乱すことができなかった。そこで、 下巻の衆ではアクセントが高い言葉を、おで、アクセントが低い言葉を、おで記しているが、このアクセントの工程により、おと、おの使い分けをすることは、すでに、イロハザル衣装にも見られる。南北朝時代には行話がこれを増歩して、金文字使いを表した。行話の姿勢も、基準を骨書に求めるというもので、おと、おの区別についても、 定価金な遣いの原則を踏襲している。しかし行話が金文字遣いを表した頃、日本語にアクセントの一大変化があり、おの音を含む語彙に関しても、定価の時代とはアクセントの工程が異なってしまった。その結果、音、おの金な遣いについては、定価が示したものとは、祖語を生じている。なお、音、おの発音上の区別がなくなっていたことで、 五十音図においても鎌倉時代以来、音、音は位置が逆転した誤った図が用いられていた。これが正されるのは、江戸時代に元織範長が登場してからのことである。外国人による日本語研究も中世末期から近世前期にかけて多く行われた。イエズス会では日本語とポルトガル語の辞書、日暮辞書が編纂され、また、同会のロドリゲスにより、 文法書、日本大文典及び日本小文典が表された。ロドリグスの著書は、ラテン語の文法書の伝統に基づいて日本語を分析し、価値が高い。一方、中国では、日本漢訳語、李朝鮮では、都市会信語といった日本語学習書が編纂された。江戸時代日本語の研究が高い客観性、実証性を備えるようになったのは、 江戸時代の慶中の研究以来のことである。慶中は、万葉集の注釈を通じて、金遣いについて詳細に観察を行い、和字章乱書を表した。この書により、古代は語ごとに、金遣いが決まっていたことが、明らかにされた。慶中自身もその金遣いを実行した。すなわち、後世、歴史的金遣いと称される金遣いである。 慶中の掲出した見出し語は、後に、梶取り、なひこ編の金遣い辞書、古言橋語で造法され、村田春海、金重要で保管された。古語の研究では、松永帝徳の枠海、貝原駅県の日本釈明が出た後、荒井白石により、大著、東宮美がまとめられた。白石は、東宮美の中で、語言説を述べるにあたり、 終始恩恵な姿勢を貫き、曖昧なものは、儀味症として、曲解を廃した。また、カモのマブチは、ご意向を表し、約、述べ、略、通りのお考え方を示した。すなわち、語形の変化は、縮めるか、伸ばすか、略するか、音通過によって生じるというものである。この原則は、それ自体は正当であるが、後に、これを乱用し、 非合理な語源説を提唱する者も,も現れた。語源研究では、他に、鈴木明が、画語音声項を表し、ホトトギス、ウグイス、カラスなどの、ホトトギ、ウグイ、カラの部分は鳴き声であることを示すなど、興味深い考え方を示している。元織のりナガは、金遣いの研究を呼び、文法の研究で非常な功績があった。まず、 金遣いの分野では、自音ナ洋格を表し、漢字音をナで書き表すときに、どのような金遣いを用いればよいかを論じた。その中でノリナガは、鎌倉時代以来、五十音図で、音、尾の位置が誤って記されているという事実を指摘し、実に400年ぶりに、本来の正しい、あいうえを、わいうえをの形に戻した。この事実は、後に、登場疑問が、 おかけいじゅうぎで検証した。また、のりながは、文法の研究、とりわけ、かかりむすびの研究で成果を上げた。かかりむすびの一覧表である、ひもかがみをまとめ、しのたまおで小説した。文中に、ぞ、の、や、何が来た場合には、文末が連体形、こそが来た場合は依然型で結ばれることを示した。のみならず、は、も及び、との場合は、文末が、 終止型になることを示した。四角などに、は、も、などがついた場合に文末が終止型になるのは当然のようであるが、必ずしもそうでない。四角を示す、が、の、が来た場合は、君が思い干せりける、にを火の袖に泊まれるのように文末が連帯型で結ばれるのであるから、あえて、は、も、との下が終止型で結ばれることを示したことは重要である。 品種研究で成果を上げたのは藤谷成明であった。藤谷は品種を名、層、風し足欠の4類に分類した。風し賞では今日でいう福詞の類を中心に論じた。特に注目すべき著作は、足欠賞で女子、女同士を系統を立てて分類し、その活用の仕方及び意味、用法を詳細に論じた。内容は、 創建に満ち、今日の品種研究でも、盛んに引き合いに出される。足血症の冒頭に記された、創図は、動詞、形容詞の活用を整理した表で、後の研究に資するところが大きかった。活用の研究は、その後、鈴木明の、活語断続符、元織春庭の、シアチマタに引き継がれた。盲目であった、春庭の苦心は、一般には、 足立健一の小説、ヤちまた」で知られる。幕末には疑問が、活語指南を表し、これで日本語の活用は、全貌がほぼ明らかになった。このほか江戸時代で注目すべき研究としては、石塚達マロの、金用角奥山寺がある。万葉集の金に二種の書き分けが存在することを示したものであったが、長らく正当な扱いを受けなかった。後に、 橋本新吉が上代特殊かな遣いの先駆的研究として再評価した。近代以降江戸時代後期から明治時代にかけて西洋の言語学が紹介され、日本語研究は新たな段階を迎えた。もっとも西洋の言語に当てはまる理論を無批判に日本語に応用することで、かえってこれまでの蓄積を損なうような研究も少なくなかった。 こうした中で、古来の日本語研究と西洋言語学等を吟味して文法をまとめたのが大月文彦であった。大月は日本語辞書、限界の中で文法論、語法指南を記し、後にこれを独立、増補して、高日本文典とした。その後、高等教育の普及とともに日本語研究者の数は増大した。東京帝国大学には、 国語研究室が置かれ、ドイツ帰りの上田和都氏が、初代主任教授として指導的役割を果たした。以下、第二次世界大戦後に至るまで、重要な役割を果たした、主な日本語学者を挙げる。近代以降、台湾や朝鮮半島などを併合、統治した日本は、現地民の台湾人。 朝鮮民族への公民化政策を推進するため、学校教育で日本語を国語として採用した。満州国にも日本人が数多く移住した結果、日本語が広く使用され、また、日本語は中国語と共に公用語とされた。日本語を介さない、主に、漢民族や満州族には簡易的な日本語である、共和語が用いられていたこともあった。 現在の台湾や朝鮮半島などでは、現在でも高齢者の中に日本語を介する人もいる。一方、明治、大正から昭和戦前期にかけて、日本人がアメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、ペルーなどに多数移民し、日系人社会が築かれた。これらの地域コミュニティでは日本語が使用されたが、世代が若年になるに従って、日本語を介さない人が増えている。 1990年代以降、日本国外から日本への渡航者数が増加し、かつまた、日本企業で勤務する外国人労働者も飛躍的に増大しているため、国内外に日本語教育が広がっている。国、地域によっては、日本語を第二外国語など、選択強化の一つとしている国もあり、日本国外で日本語が学習される機会は増えつつある。 とりわけ、1990年代以降、クールジャパンと言われるように、日本国外で、アニメーションやゲーム、映画、テレビドラマ、J-POP に代表される音楽、漫画などに代表させる、日本の現代サブカルチャーを、かっこいいと感じる若者が増え、その結果、彼らの日本語に触れる機会が増えつつあるという。2021年9月、単語検索ツールワードチップスは、 世界各国で語学学習をするにあたり、どの言語が最も人気があるかを Google キーワードプランナーを利用し調査。アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドといった英語圏を中心に日本語が最も学びたい言語に選ばれた。日本人が訪問することの多い日本国外の観光地などでは、現地の広告や商業施設店舗の従業員との会話に日本語が 使用されることもある。このような場で目に触れる日本語のうち、新規で注意を引く例は、雑誌、書籍などで紹介されることも多い。日本語が時とともに変化することはしばしば批判の対象となる。この種の批判は古典文学の中にも見られる。枕の草子では、文末の、んとすが、んずと言われることを、意図あろしと表している。また、 つれずれ草では古くは、車もたげよ、ひかかげよと言われたのが、今の人は、もてあげよ、かきあげよというようになったと記し、今の言葉は、無下にやしくなっていくようだと記している。これにとどまらず、言語変化について注意する記述は、歴史上、金遣い書や、年寄り随能などの過論書、音曲玉淵集などの音曲指南書をはじめ、書種の資料に見られる。 中でも、江戸時代の俳人、安原定室が、なまった言葉の姿勢を目的に編んだ、変言は、800にわたる項目を取り上げており、当時の言語実態を示す資料として価値が高い。近代以降も、芥川龍之介が、墨江戸雑記で、とてもは、従来否定を伴っていたとして、とても安いなど、皇帝型になることに疑問を呈するなど、 言語変化についての指摘が散見する。研究者の立場から、同時代の気になる言葉を収集した例としては、朝の新、交換の言語政策などがある。第二次世界大戦後は、1951年に、雑誌、言語生活が創刊されるなど、日本語への関心が高まった。そのような風潮の中で、あらゆる立場の人々により、言語変化に対する批判や、 その用語論が活発に交わされるようになった。典型的な議論の例としては、近代地春彦、日本語は、乱れていない、及び宇野義恵の反論が挙げられる。いわゆる、日本語の乱れ論議において、毎度のように話題にされる言葉も多い。1955年の国立国語研究所の有識者調査の項目には、日本日本、実践、実践、見られなかった、見れなかった。 ご研究されました、ご研究になりましたなど、今日でもしばしば取り上げられる語形、語法が多く含まれている。とりわけ、見られるを、見れるとする語法は、1979年の NHK 放送文化研究所、現代人の言語環境調査で可否の意見が2分、するなど、人々の言語習慣の違いを如実に示す、典型例となっている。 この語法は1980年代には、ラヌキ言葉と称され、盛んに取り上げられるようになった。言葉の乱れを指摘する声は、新聞、雑誌の当初にも多い。文化庁の国語に関する世論調査では、言葉遣いが乱れていると考える人が1977年に7割近くになり、2002年11月から12月の調査では8割となっている。 人々のこのような認識は、いわゆる日本語ブームを支える要素の一つとなっている。若者特有の用法は批判の的になってきた。近代以降の若者言葉批判の例として、小説家、尾崎紅葉が1888年に、女性との間で流行していた。テヨダは、体を批判するなど、1900年前後に、テヨダは体は批判の的となった。 1980年代頃から単なる言葉の乱れとしてではなく、研究者の記述の対象としても扱われるようにもなった。体系化を試みる、本格的な著作としては、米川昭彦、若者語を科学するなどがある。若者言葉いわゆる、若者言葉は主詞の意味で用いられ、必ずしも定義は一定していない。井上文夫の分類に即して述べると、 若者言葉と称されるものは以下のように分類される。一時的流行語。ある時代の若い世代が使う言葉。戦後のアジャパー、1970年代のチカれたビーなど。広報と語。流行語が生き残り、その世代が年齢を重ねてからも使う言葉。次世代の若者は流行遅れと意識し、使わない。若者世代語。 どの世代の人も、若い間だけ使う言葉。土井語、茶井語、フラ語など、学生言葉を含む。言語変化。若い世代が年齢を重ねてからも使い、次世代の若者も使うもの。結果的に、世代を超えて変化が定着する。ラヌキ言葉、微濁音の衰退など。上記はいずれも批判にさらされうるという点では同様であるが、一から四の順で、次第に、 言葉の定着率は高くなるため、それだけ、言葉の乱れの例として意識されやすくなる。上記の分類のうち、一時的流行語内し若者世代語に相当する、言葉の発生要因に関し、米川昭彦は、心理、社会、歴史の面に分けて指摘している。その指摘は、およそ以下のように総合できる。すなわち、成長期にある若者は、 自己や他者への興味が強まるだけでなく、従来の言葉の規範からの自由を求める。日本経済の成熟とともに、真面目という価値観が崩壊し、若者が、ノリによって会話するようになった。とりわけ、1990年代以降は、ノリを楽しむ世代が低年齢化し、消費、娯楽社会の産物として、若者言葉が生産されているというものである。また、 2007年頃から、マスメディアが、場の空気の文化を取り上げるようになってきてから、言葉で伝えるより、察し合って心を通わせることを重んじるものが増えた。これに対し、文化庁は、空気読めないと言われることを恐れ、場の空気に合わせようとする風潮の現れではないかと、指摘している。若者の表記若者の日本語は、表記の面でも独自性を持つ。 年代により様々な日本語の表記が行われている。1970年代から1980年代にかけて、少女の間で丸みを帯びた書き文字が、可愛いと意識されて流行し、丸文字、漫画文字、変態少女文字などと呼ばれた。山根和馬の調査によれば、この文字は1974年までには誕生し、1978年に、 急激に普及を開始したという。1990年頃から、丸文字に変わり、少女の間で、金釘流に似た縦長の書き文字が流行し始めた。ひらがなの、にを、レコのように書いたり、超音符のを、と書いたりする特徴があった。一見下手に見えるため、超体下手馬文字などとも呼ばれた。マスコミでは、 ショベリバ世代が楽しむ下手馬文字、女高生に広まる変なとんがり文字などと紹介されたが、必ずしも大人世代の話題にはならないまま、確実に広まった。この文字を練習するための本も出版された。携帯メールやインターネットの普及に伴い、ギャルと呼ばれる少女たちを中心に、デジタル文字の表記に、独特の文字や記号を用いるようになった。さようなら、を。 ウティオラと書く類でギャル文字としてマスコミにも取り上げられた。このギャル文字を練習するための本も現れた。コンピュータの普及とコンピュータを使用したパソコン通信などの始まりにより日本語の訳物に似た扱いとして顔文字が用いられるようになった。これはコンピュータの文字としてコミュニケーションを行うときに文章の後や単独で記号などを組み合わせた。 のような顔文字を入れることにより感情などを表現する手法である。1980年代後半に使用が開始された顔文字は若者へのコンピュータの普及により広く使用されるようになった。携帯電話に絵文字が実装されたことにより絵文字文化と呼ばれる様々な絵文字を利用したコミュニケーションが行われるようになった。漢字やカナと同じように 日本語の文字として扱われ、約物の,のような利用方法にとどまらず、単語や文章の置き換えとしても用いられるようになった。すでに普及した顔文字や絵文字に加え、2006年頃には小文字と称される独特の表記法が登場した。私は今日は部活がないののように特定文字を小技で表記するもので、マスコミでも紹介されるようになった。 人々の日本語に寄せる関心は第二次世界大戦後に特に顕著になったと言える。1947年10月から NHK ラジオで言葉の研究室が始まり、1951年には雑誌、言語生活が創刊された。日本語関係書籍の出版点数も増大した。敬語をテーマとした本の場合、1960年代以前は、 解説書5点、実用書2点であったものが、1970年代から1994年の25年間に、解説書、約10点、実用書、約40点が出たという。戦後、最初の日本語ブームが起こったのは1957年のことで、近代地春彦、日本語が77万部、王の進む、日本語の起源が36万部出版された。 1974年には、丸ル最一、日本語のために、が50万部、王の進む、日本語を遡るが50万部出版された。その後、1999年の王の進む、日本語練習長は190万部を超える、ベストセラーとなった。さらに、2001年に、斉藤隆、声に出して読みたい、日本語が140万部出版された頃から、 出版会では、空前の日本語ブームという状況になり、おびただしい種類と数の一般向けの日本、語関係書籍が出た。2004年には、北原康夫編、問題な日本語が、当時よく問題にされた、語彙、語法を一般向けに説明した。翌2005年から2006年にかけては、テレビでも日本語をテーマとした番組が多く放送され、 大半の番組で日本語学者がコメンテーターや監修に迎えられた。タモリのジャポニカロゴス、クイズ。日本語を、三宅式国語ドリル、マッシュ、エスベストヒット TV、鉛手合格。日本語ボーダーライン、言葉おじさんの納得日本語塾など、主々の番組があった。複雑な表記体系、SOV 構造、音節文字、敬語。 男言葉と女言葉、擬態語が豊富、曖昧表現が多い、母音の数が少ないなどを根拠に日本語特殊論が唱えられることがある。もっとも、日本語が陰謀語との相違点を多く持つことは事実である。そのため、対象言語学の上では陰謀語との良い比較対象となる。また、日本語成立由来という観点からの研究も存在する。 肯定的な意見日本語特殊論は近代以降しばしば提起されている。極端な例ではあるが、戦後、滋賀直也が日本の国語ほど不完全で不便なものはないと思うとして、フランス語を国語に採用することを主張した。また、1988年には国立国語研究所所長、野本菊子が外国人への日本語教育のため、文法を単純化した。 簡訳日本語の必要性を解き、論議を読んだ。動詞が最後に来ることを理由に日本語を曖昧、不合理と断ずる議論もある。例えばかつてジャーナリスト森京蔵は、日本語の語順では、思想を表現するのに一番大切な動詞は、文章の最後に来るため、文末の動詞の部分に行くまでに疲れて、もはや動詞、部分で、の議論などはできないと記している。 複雑な文字体系を理由に日本語を特殊とする議論もある。計算機科学者の村島定幸は古くから日本人が文字文化に親しみ庶民階級の識字率も比較的高水準であったのは日本語は表意文字と表音文字の2つの文字体系を使用していたからだと主張する。ただし表意、表音文字の二重使用は他に 漢字文化圏では、半分漢字や助信文字など、漢字文化圏以外でもマヤ文字やヒエログリフなどの例がある。一方で、金文字会のように、数種類の文字体系を使い分けることの不便さを主張する意見も存在する。日本語における語順や音韻論、もしくは表記体系などを取り上げて、それらを日本人の文化や思想的背景と関連づけ、 日本語の特殊性を論じる例は多い。しかし、大体において、それらの説は、手近な英語や中国語などの言語との差異を牧歌的に、列挙するにとどまり、言語学的根拠に乏しいものが多い。一方、近年では、日本文化の特殊性を論する文脈であっても、できるだけ多くの文化圏を俯瞰し、総合的な視点に立った主張が多く見られるという。 日本語を劣等もしくは難解、非合理的とする考え方の背景として、近代化の過程で広まった、欧米中心主義があると指摘される。戦後は、消極的な見方ばかりでなく、日本語は、個性的であると、積極的に評価する見方も多くなった。その変化の時期はおよそ1980年代であるという。いずれにしても、 日本語は特殊であるとの前提に立っている点で両者の見方は共通する。日本語特殊論は日本国外でも論じられる。e ーライシャワーによれば日本語の知識が乏しいまま日本語は明癖でも論理的でもないと不満を漏らす外国人は多いという。ライシャワー自身はこれに反論しあらゆる言語には曖昧不明になる余地があり日本語も同様だが 簡潔、明績、論理的に述べることを阻む要素は日本語にないという。共通点の少なさゆえに、陰謀軽言語話者には、習得が難しいとされ、学習に関わる様々なジョークが存在するバスク語について、フランスのバイオンヌにあるバスク博物館では、かつてアクマサタンは日本にいた。それが、バスクの土地にやってきたのであると、 差し入りの歴史が描かれているものが飾られている。これは同じく因ー系言語話者から見て、習得の難しいバスク語と日本語を重ね合わせているとされる。否定的な意見教の言語学において、日本語が特殊であるという見方自体が否定的である。例えば、日本語に語母音しかないことが特殊だと言われることがあるが、クラザーズの研究によれば、二百九の言語のうち、 日本語のように語母音を持つ言語は55あり、類型として最も多いという。また語順に関しては、日本語のように SOV 構造を取る言語が約45%で、あって最も多いのに対して、英語のように素母構造を取る言語は30%強である。この点から、日本語はごく普通の言語であるという結論が導かれるとされる。 また言語学者の角田大作は語順を含め19の特徴について130の言語を比較し、日本語は特殊な言語ではない。しかし、英語は特殊な言語だと結論している。村山七郎は、外国語を知ることが少ないほど日本語の特色が多くなるという、反比例法則を主張したという。日本人自らが日本語を特殊と考える原因としては、 身近な多言語が少ないことも挙げられる。日本では古く、漢石を読むための辞書が多く編纂された。国内における、辞書編纂の記録としては、天武十一年の、新字四十四巻が最古であるが、伝本は、愚か一文すらも存在しないため、署名から、漢字や座書の類であろうと推測される以外は、いかなる内容の辞書であったかも不明である。奈良時代には、 用子看護師や弁識律制という辞書が編纂された。それぞれ一文として残るのみであるが、和訓を有する緩和辞書であったらしい。現存する最古の辞書は、空海編と伝えられる、天霊版証明儀であるが、中国の玉編を模した、武士配列の漢字辞書であり、和訓は一切ない。十世紀初頭に編纂された、新鮮阿ざ教は、 伝本が損する最古の漢和辞書であり、漢字を部首配列した上で、和訓を万葉がなで記している。平安時代中期に編纂された、和名類辞書は、意味で分類した漢語に概むね和訳を万葉がなで、付したもので、漢和辞書ではあるが百科辞書的色彩が強い。陰性期には、過去の漢和辞書の集大成とも言える、類似名義賞が編纂された。 同初の和訓に付された豊富な声点により陰性器のアクセント体系はほぼ解明されている。鎌倉時代には百科辞書、二中歴や試作のための実用的印書、平たあざる衣装、語源辞書とも言うべき、ゴミ袋や名語記なども編まれるようになった。室町時代には読み書きが広い階層へ普及し始めたことを背景に、漢詞を作るための印書、修文印略、 緩和辞書、大和玉編、和訳に通俗語も含めた、国語辞書、科学集、日常語の単語を、色派順に並べた通俗的百科辞書、節用集などの辞書が編まれた。安土桃山時代最末期には、イエズス会のキリスト教宣教師によって、日本語とポルトガル語の辞書、日暮辞書が作成された。江戸時代には、室町期の節用集を元にして、 多数の辞書が編集、刊行された。駅林本、節用集、諸言あざこう節用集などが主なものである。その他、徘徊用語辞書を含む、世話人、語源辞書、日本釈名、俗語辞書、志布書、枕言葉辞書、漢字工なども編纂された。明治時代に入り、1889年から大月、文彦編の小型辞書、 玄界が刊行された。これは古典語、日常語を網羅し、五十音順に見出しを並べて、品詞、漢字表記、語尺を付した初の近代的な日本語辞書であった。玄界は、後の辞書の模範的存在となり、後に造語版の大玄界も刊行された。その後、広く使われた小型の日本語辞書としては、金沢昭三郎編、自輪、新村伊ずる編、 自演などがある。第二次世界大戦中から戦後にかけては、近代地京介編、明海国語辞典がよく用いられ、今日の三聖堂国語辞典、新明海国語辞典に引き継がれている。中型辞書としては、第二次世界大戦前は、大限界の他松井漢字、上田和都市編、大日本国語辞典などが、戦後は、新村いずる編。 工事園などが広く受け入れられている。現在では、林大変、古都仙、松村明編、大事林を、はじめ、数種の中型辞書が加わっているほか、唯一にして、最大の大型辞書、日本国語大辞典がある。ありがとうございます。